はい、こんにちは。今回はですね、刑法のまあ基本知識を確認してですね、でそれからちょっと担当の過去問をね検討してみようということでこの講義を開かせていただきました。どうぞよろしくお願いします。レクセン人講師の矢島です。でまずテキストのところの1ページを開けていただきたいんですけれども、今日ですね、やりますことはですね、刑法の中でも因果関係、これ結構担当試験なんかだとですね、ほぼ毎年たまに出ない時もあるんですけど、ほぼでもね毎年出てる、すごく重要なところなんですよね。と同時にとてもね論文試験との関係でもすごく大事なところになって、で、やっぱりこう深い理解ができてないとね、なかなか試験構成員に評価される答案書けないようなところでありますので、しっかりとねこの授業を通じて因果関係をね理解してもらえればと思いますね。このテキストは今私の方でやってます矢島の即身プット講座の原稿、授業を進めながらねテキスト調整してるんで、このまま使うわけではないんですけど、調整中の原稿になります。では、ちょっとね見ていきましょう。でまずちょっとコラムなんですけど、2ページのところですね、ちょっと司法試験の方で刑法の論文試験の出題形式が随分最近大きくね変わってるんで、ちょっとそこの、ところを触れたいと思います。2ページのところコラムっていうところなんですけど、司法試験の論文式試験のね設問の形式っていうところですね。予備試験の受験生もね、論文式予備合格後にね一発で司法試験に、受かるということを考えるんであれば、もうなるべく早めにね司法試験のことを念頭に勉強しておいた方がいいですね。で、ちょっと中身ですけども、平成29年以前の司法試験の刑法の論文試験では、いろんな刑法の論点があるんですけど、あらかじめね例えばこの論点はもうこの見解で書くって決めておけば、別にその見解がなんでそういう理論構成を取ってるのかってことが分かってなくても、ある意味算数とかね数学の公式をもう貼り付けて、あとはもう無機的にねこう形式的にこう当てはめを事実にこう規範当てはめて結論さえ出せればいいような試験だったんですけど、最近そういう表面的なね勉強ではちょっとこう論文の答案できないような形に随分大きく変わりました。平成30年からねそういう問題にちょっとこう変わって、本当にその刑法が理解できてる人じゃないとねきちんと答案が書けないような問題になってますね。で令和元年、最新の問題なんかもやはりそういうね傾向を引き継いでおります。でこの1個目のブロックのところの2段落目、こうした出題の傾向のですね変化を考慮すると、司法試験の論文試験に合格するにはね、重要基本論点についてはやっぱこのまず1、どのような理由ね価値判断から見解が対立ね、してるのかどうかってことをよく理解していくことが大事です。別に刑法に限らず論文試験の科目すべてにおいてこれが言えますね。例えば民法であれば譲渡担保の法的性質で所有権的構成とかね担保的構成とかがありますけど、あれも機械的にね、じゃあ所有権的構成ならこの規範だ、担保的構成ならこの規範とか、そういうんではダメなんですよね。今の司法試験っていうのはね、やっぱりその各見解から一定のこう結論が導かれるわけなんですけど、価値判断としてその結論で本当にいいのかどうかってところ、そこを本当に考えていかないといけないんですよね。でその妥当な結論を基礎づけるために、法律家としてのやっぱり文章を書かないと論文試験には受かりませんので、その妥当な結論っていうのを自分でこうねちょっと判断をして、でそれを導くための理論構成を法律的にねしてあげる、そういうような試験になってますね。論文試験っていうのはね、これは刑法に限らず全ての科目がそうです。で特にそれが顕著なのが出題形式にはっきりこうねそういうことをやらせようとしている刑法とかね、あと今年で言えば刑事訴訟法とかね、あとは憲法なんかも判例踏まえて、この無料公開講座で1ヶ月ぐらい前に憲法のねこれと同じような講義やって、今ウェブの方で無料で見られますけど、憲法なんかもやっぱりこう出題傾向が随分大きく変わってね、判例を踏まえて、しかも判例に何か問題があるときはねそれを必ず論じないといけないような、そういう形式になってますね、令和元年。というわけで今までのなんか表面的な勉強ではなかなかこう通用しないようになってますのでね、本質的なところをしっかりとこう理解するようにしておいてください。で今日は因果関係テーマにそれをねやっていただければと思うんですよね。でちょっとすみません、続きのところ読んでいきますと、本論、重要基本論点については今のところの続きですけどね、まず1、どのような理由価値判断から見解の対立が発生し、次に2、それぞれの見解がその問題を処理するためにどのような理論構成を、してね、いろんな見解がありますけどね、その解決するためにどのような理論構成をして、で最後に3、その理論構成に即して具体的事案、を検討して結論を導く能力。特にねこの2と3のところって憲法で皆さんちゃんとやってるはずなんですよね。大事な重要な人権に対して厳しい制約がねされてるような時っていうのは、人権救済機関である裁判所として本当にそんな大事な人権に対してそんな厳しい制約をねすることが憲法として的に許されるのかどうか、かなり厳しい審査しないといけないはずなんですよ。そういう観点から2の理論構成として結構厳しい基準を導かれるじゃないですか。でそういう理由でそういう厳しい基準を導いたんだったら、当たり前ですけど3の最後当てはめ事案を検討するときもやっぱその趣旨を生かして厳しい当てはめをしていかなければいけないはずなんですよね。というわけでこれ全科目でやるんですよね。憲法も当たり前ですけど民法でも刑法でも全ての科目が、そういうね考え方をしておりますね。でこれが分かったときに安定して
してここまで分かんなくても正直受かる人はいると思うんですけど、でもここまで理解ができるともう必ず何回受けても、ね、必ず試験に受かるようになりますね。例えば私は、そこそこ、ね、勉強この講師としてやってるから勉強してるんでね、こういう考え方が身についてるから、例えば明日突然司法試験ですとか予備試験ですってなって もう絶対落ちる気はしませんよ。この基本的な思考方法が分かってるから、なんか問題文見た時に現場思考でね、ちゃんとこうそれなりのこう理論構成ができると思うのでね、やっぱりこういうことを普段から、ね、考えて、安定して合格できるように、ね、してもらえればというふうに思うんですよね。でちょっと形式を見ていきましょう。この下令和元年の司法試験なんですけど、これね、事後強盗 のまずね、最初に窃盗の未遂だけやる人がいるんですね。でその後事情を指して後から来た人が事後強盗目的で暴行脅迫みたいなことをやってしまってね、事後強盗の事後強盗と共犯の問題が出たんですよ。でそれがこんな感じの出題でした。設問形式、事例1において公が現金を引き出そうとした行為に窃盗未遂罪が成立することを前提としてね、でこれオツが後から入ってきた人なんですね。公は窃盗の未遂だけやって、で後からこうオツが入ってきてね、でこれで公と乙、意を通じてね、で事後強盗目的で、後からこうねオツが暴行脅迫みたいなことをやっちゃった事案なんですけど、そういうところでそのオツの在籍ね、後から入ってきたオツの在籍論じなさいってことになってます。でなお書きのとこなんだけど、論述に際しては以下の丸1および丸2の双方に言及して、でかつ自らの見解ね、でこれは丸1および丸2で記載した立場に限られないを根拠とともに示すものってことになってますね。で一応こう丸1丸2見ていくとね、まず丸1、オツに事後強盗の罪、事後強盗罪って書かなかったのは多分これ窃盗の未遂なんでね、おそらく事後強盗の未遂ってところに落ち着くんでしょうね。事後強盗が既遂になるか未遂になるかって窃盗の既遂未遂で決まるっていうのが基本的な知識なんでね、それで、あえてねこの事後強盗の罪って形で事後強盗罪って言い切んなかったんだと思うんですけど、オツに事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場からは、どのような説明が考えられるか、そして丸に、オツに脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場からはどのような説明が考えられるか、でこれは事前にね担当試験の知識としては、普通合格するような受験生でこれ頭入ってるんですけど、この2つを踏まえて、しかもほらその自らの見解書くときってやっぱねこの理論的なその根拠の本当の意味っていうのが分かってないと自分の見解として書けないんですよね。要は丸1と丸2に触れ言及するしろって書いてあるから言及するじゃないですか。でもその後それを自分の見解として再構成できなくなってしまうんですよね。本当になんでこういう見解の対立があるのかってことが分かってる人じゃないと、これを自分の見解としてしっかり説得的に書けないってことになっちゃうのね。せいぜい担当の知識貼り付けてさ、丸1と丸2の説明して終わっちゃうんですよ。でもそれだとやっぱ説得力がないから、この少なくともこの試験で求められている答案としては足らないんですよね。でやっぱりこのしっかりとね、なぜこの見解の対立が生じているのかってことを、刑法に限らず全ての科目でね、しっかりとやっていくというようなところですね。矢島の今促進インプット講座の授業を進んでるんですけど、一応全科目ねそんな感じで、なぜこの議論の対立がされているのかね、今憲法と民法の授業をやってますけども、そういうところからねしっかりともやってますね。日頃から皆さんもしっかりねこういう問題が今こうね聞かれてるわけなんで、ちょっとこう表面的な勉強だけではなくてですね、しっかりと なぜその見解の対立が生じるのかってところも納得するような勉強しておいてもらえればと思いますね。あとですね、2ページの一番下のブロック見てください。令和元年、これも同じ令和元年の司法試験なんですけど、設問3、これがついにねこんな問題が出たかって感じなんですけど、事例3において兵が D の傷害結果に関する刑事責任を負わないとするにはどのような理論上の説明、要は理論構成を聞いてるんですけど、どのような理論上の説明が考えられるか、各々の説明の難点はどこにあるかね、どこかについて論じなさいってことになってます。でこれの特徴的なのは、今までの司法試験の論文試験っていうのはどんな時でも必ず公の在籍を論じなさいとか、乙の在籍を論じなさい、兵の在籍を論じなさいって形で必ずこう、誰かの在籍を論じるっていうような形式で聞かれたんですが、これはそうなってません、ね、これすごく特徴的でしょ。本当に理論構成がちゃんと説得的に展開できるかどうかっていう、本当にその理論構成、ですね、学説的な、そういう理論構成の力を問うような問題になってます。だからこれこそまさにこの今までの表面的な勉強ではもう通用しないような形式の問題なんですよね。この設問3のところね、誰々の在籍論じなさいっていう問題が今まで出てた時はね、最悪ですよ。論証パターン集でなんか覚えた規範を、これはじゃあ事実の錯誤だなと、じゃあここは法定適合説でいこう、でなんでその法定適合説がいいのかどうかって反対説踏まえてさ、実質的なことが分かってなくてもとりあえずその規範貼り付けて、あとは算数とか数学の公式にね事実を当てはめるかのような感じで、形式に答え出せば一応の答案になってたんですけど、そういうことがもうできなくなってるんですよね。こんな感じでね、本当にその理論構成、なぜそういう理論の対立があるのかどうか、でそれを踏まえて説得的に書かないと、その説得力
の程度に応じて点数が決まってきますので、やっぱその相対的に、ね、合格順位に入ろうとするんであれば、まあ、ただ何か書けばいいっていうわけではなくて、やっぱその説得力っていうのがすごくまあ大事になってくるわけなんですよね。というわけで、あの深い勉強を、ね、しっかりとまあやっていくということですね。さて、でこちら平成30年、3ページの方ですけど、これ前の年の平成30年の司法試験なんですけど、まあ、この時点で、ね、あのまあ形式が随分変わったなっていうことで気づいたんですけど、30年これ設問にですね、まあ、設問3問は随分変わった問題だったんですけど、まあ、設問にだけ抜粋しておきました。設問における公の在籍について以下の括弧1及び括弧2に言及しつつ論じなさいってことね。でこれはあの不作為の殺人未遂なのか、それともあの保護責任者遺棄致傷になるのかっていうところのまあ問題だったんですけど、まあ、括弧1不作為による殺人未遂遺罪が成立するとの立場からどのような説明が考えられるか、で括弧2保護責任者遺棄等罪で同致傷罪も含む、まあ、人がこれ死んでる事案じゃないんでね、あの殺人とかあの保護責任者遺棄致死にはならない事案だったんですけど、まあ、このね保護責任者遺棄等罪括弧同致傷罪を含むにとどまるとの立場からはね、不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場に対してどのような反論が考えられるかってことなのね。で、まあ、従来の受験生ってあんまりこういうね理論的なところであの詰めた勉強してなくて、せいぜい論証パターン集を覚えてるぐらいだったから、これ結局殺意の有無ぐらいでしか違い出せなかった人が多かったんですよ、この問題いきなり出された時はね。だけどまあ実際そんなんだとあの、まあ、やっぱりその客観面ですよね。殺人未遂罪ですけど、まあ、ちょっと抽象化してね、殺人の不作為違反に要求されるその作為義務とね、あと保護責任者、まあ、遺棄致傷等罪にね、まあ、要求されるその保護責任がまず客観的に同じなのかどうかっていうと、だって保護法益だって完全に同じわけではないしね、法定刑だって随分まあ違うわけですから、殺意の有無だけではなくて、まあ、随分ねその客観面保護責任とその殺人のね不作為違反に要求される作為義務って随分違うはずなんですよね。で本当はそういうことをちゃんとあのしっかりね、殺意の有無ももちろん大事なんですけど、その客観面のところもしっかり書いておかなければまあいけないような問題だったんですよね。でまあ、この時はいきなりだったんで対応できなかった人もまあ多かったと思うんですけど、さすがに平成30年にこういう問題が出されて、でかつあの令和元年になってもね相変わらずまあこんな感じの傾向の問題が出てるんで、まあ、今 の, あのロースクールの現役の人すごく勉強してるはずなんですよね、まあ、教授の方がちゃんと教えてると思いますので。なのでまあこういうところでね、その試験のまあ傾向が時代とともにまあ変化してますけど、まあ、要は簡単に言えばね、あの本質的な理解をちゃんとしてるかどうかっていうのを試したいっていう、ただそれだけなんですけど、まあ、そういうような形で形式が変わってあるんで、であればね、やっぱりこういう形式にあったようなちゃんとインプットの段階でね、深い勉強をしていかなければ、ね、いけないのかなというふうに思ってますね。で今日はそういう感じでね、ちょっと深い勉強をしていきましょう。因果関係のところですね。では、本題に入ります。4ページのところになりますね。まあ、あの矢島の促進ピット講座のね、これ途中の原稿なんですけどね、これからまだあの調整して授業をやりますが、とりあえず原稿ですいません、今日こちらやらせていただきます。でまず、縦1位のところですけども、因果関係の意義です。でこれあのこのブロックのこのね縦1の1個目のブロックの右下のところ、これ担当試験の過去問の出題あの番号なんですよ。司法試験と予備試験の問題が共通しているときは、あの司法試験の方の問題番号を書かせていただきました。で予備試験だけで出てるやつ、あのよってあの漢字でね一文字あの書いてあるんですけど、これ見ると分かる通り因果関係でほぼ毎年出てるんですよね。平成18年19年20、21、23、24、26、27、28で予備試験29年で、30年、R1 ね、これ令和元年なんですけど、ほぼ毎年出てるんで、まあ、また来年も出るんでしょうと同時に、まあ、あのこれ論文試験でもねとても大事なところでありますのでね、まあ、これを機会にちょっと深い理解をしていただければと思いますね。で今日ねここしっかり分かってると、今日あの直近の問題5年分やろうと思ってるんですよ。だから令和元年から遡ってね、この今右下のところに書いてある令和元年、平成30年、予備の29年、あと28年27年、これやろうと思ってるんですけど、もう余裕で簡単になります。でも本質が分かってない人は場当たり的な判断しかできないから、多分点数が安定しないんですよね。気分次第で、その時のなんか気持ち次第でこうただあの間違ったりね、あの正解したりってことになっちゃうんだけど、今日ちゃんと理論を詰めて勉強していただければ、もうこの試験100回受けてもね、100回解いても必ず正解に導ける、あの正解をね導けるっていうあの自信ができると思いますのでね、そういう風になってもらえればと思いますね。じゃあ後でまあ直近5年分の各問やってみましょう。では矢印のところですね、縦1、1個目です。因果関係とは実行行為と結果との間に必要とされる、ね、原因と結果の関係を言います。大雑把に言うとね。で白丸はこれあの暗記しなくていいんです。あの1回読んでまあ理解を、ね、しておいてもらいたいところにあの白丸をつけてますね。答案で書くような大事なところはあの黒丸ついてね、で線引いてありますから、まあ、そういうところからちゃんと理解して最後覚えてね、答案に書けるようにあの線引いてあるところだけいいんでね、あのやってもらいたいんですけど、この白丸のところは理解を、ね、しておいてもらえればと思いますね。だけどもう1回ね、因果関係とは実行行為と結果との間に必要とされる原因と結果の関係を言います。で先に概要を、ね、まあ、説明しておきますと、通説はですね、刑法上の因果関係の判断をまず、行為と結果との間にですね、自然的物理的なつながりがあるかという条件関係、これあの事実的因果関係っていうふうにあの書いてある本もありますけど、まあ、条件関係と同じ意味です。まあ、行為と結果との間に自然的物理的なつながりがあるかという条件関係の有無を審査し、さすがにこの条件関係すらなかったら結果を記載するってできないんですよね。正当化できないんですよ、責任主義の観点からね。だから最低でもこの条件関係は必要になります、結果をね行為者に記載するにはね。でさらに、まあ、条件関係だけでその結果を記載すると、場合によってはこの、ね、不当な
処罰範囲が広がりすぎる恐れもありますので、法的因果関係というものでその結果のね、その規制の範囲をこう適正化するためにさらに法的因果関係で絞りをかけるというのが今の通説になってますね。というわけで次に、この3行目のところですが、法的な観点から規制の範囲を、限定するためにね、行為と結果との間に法的因果関係があるかを、まあ、審査するということで、2段階の、ね、審査をするのが今の通説的な見解になってますね。で次の2つ目のブロックのところですけども、実行の着手が認められてもね、まあ、当たり前のことなんですけど、構成要件が定める一定の結果が発生しないと犯罪は完成しないね、まあ、結果犯においてはそれがね既遂犯になるためには、まあ、単に結果が発生したっていうだけじゃなくて、そのね発生した結果とその実行行為との間に刑法的な因果関係が、まあ、なければいけないんですよね。結果が発生しても結局行為との間で刑法的な因果関係がなければね、結果を既遂できません。まあ、そういう時は未遂犯にとどまっちゃうってことですね。それがまあ4行目のところになりますね。未遂犯にとどまるんだと、まあ、で下から、3行目の終わりの方から下から2行目にかけてですが、因果関係は例えば殺人罪のようにね、人の死の、死という結果の発生が法文上要求されている、まあ、結果犯ってね法文上結果があのこう書かれてるんですけど、そういった法文上ね、犯罪の成立に結果が要求されているような結果犯においては、まあ、既遂犯が成立するための要件にもなってくるんだということですね。まあ、そんな感じでこれがね因果関係というものの概要になります。ではちょっともうちょっと具体的に見ていきましょう。5ページのところですね、縦に条件関係括弧1で、ちなみに今日はあの促進ピト講座のテキストの中から今日やる5年分の過去問ね、その問題を解くのに必ず必要になる基本的な知識だけをあのここでご紹介してますので、まあ、逆に言えば全部大事なんですよ。今日ねここのテキストでご紹介抜粋、私のテキストから抜粋してきたこの情報はね、今日やる5年分の過去問を完璧にあのもう間違えずに解くためにはもう全部必要な情報になりますので、しっかりと理解をねしておいてください。でまず条件関係括弧1のところですね、まあ、その行為がなければその結果が発生しなかったとの自然的物理的な、まあ、これはつながりぐらいって感じでね覚えておいてくれればと思うんですけど、理解しておいてもらえればと思うんですけど、まあ、自然的物理的なつながりすら、ない場合にはですね、行為者に結果を記載することはできないためね、実行行為と結果との間に因果関係肯定されるためにはね、刑法上の因果関係肯定されるためには少なくとも、その実行行為がなければその構成要件的結果が発生しなかったといえる条件関係、これは答案に書きます。この線引いてあるところはね答案にあの書く規範になりますのでね、その実行行為がなければその結果を、ね、発生しなかったといえる条件関係が認められることが必要になってきますね。でこれはあの事実的因果関係って書いてある本もありますけど、あの意味は一緒です。でこの条件関係を簡単にねちょっと抽象化して公式化すると、2つ目のブロックで条件関係の場合は簡単に言えばあれなければこれなしですね。ただ実際まあ論文でね当てはめするときはちゃんとあれっていうのはその当該事案に出てくる実行行為、まあ、皆さんがね認定しなければいけませんけどね、その行為者の行為、これが実行行為、公益侵害邪気の厳正検査がある行為なんだってことでね、まあ、認定して、その当該実行行為と、まあ、具体的に生じた結果との間にまず条件関係があるのかどうかってところを第一審査でね審査をすることになりますね。で括弧2のとこです。これも後であの担当試験ね27年の3問目でも出てるんで後でやることになりますが、条件関係の切断というところです。あの後で説明するあの刑法の、ね、法的因果関係を判断するときに、ね、どういう判断をすればいいのかってことに関して、まあ、いろいろ見解が対立してるんですけど、どの見解を取ろうがですね2行目のところです、実行行為があっても結果発生に向けての因果の流れが始まる前にその実行行為とは全く無関係な別の行為によって結果が発生した場合は、これも普通に自分の頭で一回考えてもらいたいんですよね。因果の流れ始まる前に別の行為で結果が発生したら、あれなければこれなしって言えなくなるじゃないですか。だからこの条件関係ね、この事実的因果関係がないんだということで、その発生した結果を行為者に記載できなくなるんですよね。なんでまあ実行の着手があるということで、まあ、せいぜい未遂で終わってしまうという感じね。結果が発生しても条件関係がまあないということでね、その未遂犯にとどまっちゃうんだということになります。でこれ問題文よく読まないといけないの、この例えばところ見てください、これねちょっと一つ誤ると思いっきり間違えるところになっちゃうんで、問題文この例えばところ注意深く見てください。 A が毒殺目的で V に毒を、ね、飲ませたが、よくね A はアキューズドで被告人、要は行為者で、 V はビクティムで被害者ってことでね、よく V を被害者であの略すことがありますけどね、A が、毒殺目的で V に毒を飲ませたが、ここ毒が効き始める前に、毒が効き始めちゃったらちょっと話が全く別の理論構成になるんですけど、毒が効き始まる前にね、V が A とは無関係な B に刺殺された場合、この場合あのやっぱあれなければこれなしって言えないので、条件関係が遮断されると切断されるということでね、結果を記載できないってことになりますね。ちなみに毒が効き始めた後に、例えばそれで弱っちゃってさ、なんかねフラフラしてるようなところで、まあなんかこう別の人からの被害に遭いやすいような状態になってるんであれば、一応あれなければこれなしって言える状況にはなり得るんですよね。だからこの毒が効き始めたかどうかっていうところ、やっぱりしっかりと事実をまあ見てね、でその後毒が効き始めた後の話はどうなるかっていうのは、本当に事案をしっかりと見て、あれなければこれなしと言えるかどうかっていうのをしっかり見ていかなければいけないのね。ただ少なくとも毒が効き始める前っていう事実関係ね、前提があるんであれば、これはもう絶対条件関係が切断されるってことになります。これ後であの過去問27年にあれ出てるんでね、ちょっと問題文の事案読んで自分で判断してもらえればと思いますね。さて今度6ページです。今度法的因果関係の話をします。
縦3のとこですね、6ページの縦3カッコ1で異議のとこです。実行行為と結果との間に刑法上の因果関係が認められるためには、実行行為と結果との間にね、さっき言ったあれなければこれなしとの、まあ、条件関係ね、事実的因果関係が認められれば足りるとする見解もあります。条件説ね、まあ、実際あんまり取ってる人ほとんど今もうこの世の中いなくなっちゃったんですけど、まあ、一応こういう見解もね理論上あります。しかし、この見解によると行為者に偶発的な結果をね奇跡することになり、責任主義に今反するんだということね。例えば典型的な、まあなんかすごく分かりやすい言えばさ、例えばあのこうちょっと友達と喧嘩して一発ちょっとビンタをしてしまったと。でもう何も怪我してないんですよ、ただまあもう叩いちゃったっていうぐらいね。でも友達がそれであのねこう叩かれたことによって腹立ててなんかやけを起こして、それでなんか電車の中に飛び込んでまあ亡くなってしまったってことになると、一応あれなければこれなしって言えちゃうじゃないですか。だけどね、それで果たして奇跡しちゃっていいのかっていうところなんですよね。死の結果を奇跡してしまっていいのか。でも条件関係はそれで奇跡してしまうんですよね。確かにその事案を見た時にあれなければこれなしっていうことが言えてしまいますので、まあそれでね奇跡できちゃうんですけどね、本当にそれでいいのかってところなんですよね。これね、今日そこが分かってるかどうかっていうのをやっぱ担当の問題試してくるんですよ。その今みたいに簡単にね、その因果関係認めちゃっていいのかどうか、ちょっとおかしいんじゃないか、じゃあおかしいとしたらどういう理論構成をして妥当な解決を図るべきなのか、そこのところがちゃんと理解できてるかどうかってことを試すような問題を担当試験でも出てますね。論文試験だからなおさらですけど、そういうのを意識してしっかり書かないとね、合格とはなかなかなりにくいと思うのでね、ここを今日しっかり理解してほしいんですよね。でこの今の1個目のブロックの3行目の途中からですが、しかしこの見解によると行為者に偶発的な結果を奇跡することになり責任主義に反すると。そこで行為者に結果を奇跡させる範囲を適正なものとするためにね、まあ刑法上の因果関係が認められるためには、条件関係に加えて、まあやっぱ法的な因果関係ね、法規範、やっぱ評価規範ということで絞りをかけていこうというのが今の通説的な見解になっております。でこの法的因果関係どう見るかなんですが、それが2つ目のブロックになります。法的因果関係のどのような基準で判断するかについてはね、まあ、大きく言うとね、まあ、いろんな見解があるんですけど、大きくあの2つにあえて分けるんであれば、まあ、相当因果関係説というものと危険の現実仮説なんかがね中心にこう対立している状況ですね。それぞれね、あの有名な先生がそれぞれの見解やっぱ取ってますね。いまだにあの相当今危険の現実仮説を取られてる先生がまあだいぶ多くなりましたけど、まあ、それでも結構有名な先生がね、あの相当因果関係説まだ維持してますのでね、まあ、今のところこの2つが大きく対立しているということになりますね。で2行目のところですが、まあ、かつて学説ではね相当因果関係説が通説的で、この説を採用したと解される最高裁判例ね、米兵ひき逃げ事件、これもあの担当試験で出てるんでね、後でちょっとご紹介しますけど、そういう最高裁判例もありました。しかし、最近の学説においては危険の現実仮説が有力となっておりね、また最近の最高裁判例は危険の現実仮説を採用しているというふうにまあ解釈されているというふうになってますね。でこの下平成22年の司法試験の出題主の抜粋なんですけど、因果関係については相当因果関係説でほら一応最近の判例の立場とされるってなってるでしょ。だから一応まあ一般的な理解としては、判例は相当、今はね相当因果関係説ではなくて、まあ米兵ひき逃げ事件の昔の判例の時はまあ相当、あれ相当因果関係説って言われてますけど、でも最近の判例は客観的帰属論的な考え方で、これちょっと角張った格好であの私の言葉で補っておいたんですけど、まあ今で言うあの危険の現実化のね見解に今近いようなものなんですけど、まあなどね、これがまあ最高裁の判例なんじゃないかっていう形で今評価されてますね。まあ、いずれにしろ他にもまあいろんな見解があるんですけど、自らの寄って立つ考え方を明らかにした上でね、当てはめをまあ行うことになるんだということになってますね。でこの下まとめですけれども、刑法上の因果関係ですね、まず矢印1個目、これはね、まあ、簡単に言ったら条件関係と、あとね奇跡の範囲を適正化するためにね、まあ、法的因果関係を要求するんだということになってきますね。で、2つ目の矢印ですが、その法的因果関係をどう判断するかについてはね、今言ったような見解の対立があるということになってきます。で担当試験はやっぱ全部聞かれるんですよね。相当因果関係説も聞かれるし、あの危険の現実仮説からのね、その事例検討も聞かれますので、まあ、しっかりとあの理解をねここをしておいてほしいということですね。あとあの最終的におそらく多くの方は論文試験でね、あの今、まあ、学説の方で有力になっている危険の現実仮説で書くと思うんだけど、あの当てはめを正確にやるにはやっぱ相当因果関係説を理解してないとできないんですよね。相当因果関係説に難点があるので危険の現実仮説っていう風に流れているんですよ。で逆に言えば危険の現実仮説で当てはめをするときに、やっぱその相当因果関係説からではその事例がうまくね妥当に解決されないんだということを意識しながら当てはめていかないと、ちゃんとその危険の現実仮説を使いこなせたことにはならないんですよね。まあ、結局見解の対立はなんでするのかというところね、そこを十分理解しておかないと、結局自説、自分の取る見解もちゃんと適切にその事案をですね処理するように使えないんですよね。まあ、そんな感じでちょっとね、ここのところ全体的にしっかりと理解をしておいてほしいところであります。
で7ページです、相当因果関係説のところですけどもね、まず先に相当因果関係説というのはこういうものなんだということをこれから説明しますから、でその後その難点を説明します。でその難点を解決するためにね、その危険の現実化説というのが出てくるんだけど、その難点をどう解決しようとしているのかってところを理解しておいてほしいのね。でそうすると危険の現実化説を論文試験でちゃんと使いこなせるようになりますから、なんか適当に場当たり的なね、なんか介在事情の異常性とか寄与度の程度とかで、あるなんか考慮要素をなんとなく適当に並べてね、なんか文章を作るんじゃなくて、ちゃんと理論的にそこのところがね、あの危険の現実化を説明できるようになりますね。場当たり的な答案書いちゃうとね、書いてる本人はそれでいいと思うんだろうけど、あの試験を採点する方の読み手には全然通じないんですよ、意味がね。意味が通じない答案というのはどういうことかというと、説得力がない答案だということになって、で当たり前なんですけど、あの相対的に点数がね、説得力がある答案と比べたら点数下がっちゃいますのでね、やっぱこういい点数を取ろうとするんであれば、まあ、ちゃんと理論をしっかりと積み重ねてですね、ちゃんと分かりやすいね、あのこう文章を書いていかなければいけないということですね。でそれをできるように今日していきましょう。では矢印のとこです、括弧に相当因果関係説、あれなければこれなしとの条件関係があることを前提にね、その実行行為からその結果が発生することが、まあ、一般人の経験則上相当、まあ、社会通念上相当って書いてる時もありますけど、まあ、意味は一緒ですね、まあ、一般人の経験則上相当、社会通念上相当と言えるかにより法的因果関係を判断する、そういった見解をね、相当因果関係説と言いますね。で2段落目ですが、まあ、経験則上相当っていうのは簡単に言えばね、経験的に通常を認められることを言う、まあ、いわゆる皆さんの常識判断です。一般人基準にね、まあ、常識判断していくんですけどね、まあ、こういう時点における予見可能性っていうのに書いてあるような本もありますけど、まあ、経験則上通常と言えるかどうか、それを皆さんのね、まあ、一応皆さんが通常一般人の常識を持っているってことを前提にしますけども、まあ、それでね、通常そういうふうにこういうことをやったらこういう結果になるのかなっていうふうにね、言えるかどうかっていう観点から判断するんですよね。で、2つ目のブロックです。相当因果関係説の中でも法的因果関係が認められるだけ その、ね、相当性、ですね、条件関係を超えてさらにこの相当性、の有無を、ね、判断する際の基礎事情としてどのような事情を考慮すべきかについては、ここはあの見解が分かれておりましてね、まあ、主観説、客観説、折衷説というのがあります。で相当因果関係説の中では、あの折衷説が通説的な、まあ、見解でありまして、で客観説もあの有力だった時代がありますね。あの前田先生、皆さん名前知ってると思うんだけど、あの刑法の前田先生ね、前田教授はあのかつてはあの相当因果関係関係説の客観説を、まあ、取られていたんですけど、今説書いてね、あの今最新の方を見てもらえれば、まあ、別に無理して見なくてもいいですけど、まあ、見たらね、あの今危険の現実化説取ってますね、まあ、かつてはね、この前田先生なんかはじめにこのとしてこの客観説取ってたんですけどね、今前田先生相当因果関係説やめて危険の現実化説の方にあの流れておりますね。でちょっとこう何版か前のね、あの前田先生の本を引っ張り出してみるとね、客観説って書いてあるんですよねだけど、まあ説変更してます。今のね、新しい本はもうすでに説が変更されてますね。ちょっと1版か2版か前ぐらいから1回説書いてたんですけどね。さて、でそんな中でね、折衷説からいきましょう。まあ、通説的な見解ですね、まあ、これあの後で、あの令和元年の、ね、5問目司法試験の、まあ、予備試験と共通問題ですけど、これやりますけど、あのこれ折衷説からの当てはめ引かれてますんで、これ理解してないと、ね、当てはめできないんですよね。でちょっと見ていきましょう。刑法は、一般人に向けられた広域違反であることから、要は因果関係判断の際に、ね、どういう事情までその相当性の判断に入れることが許容されるのかという問題なんですよ。その因果関係の判断の際に、ね、まあ、いろんな例えば実行行為と結果との間にいろんな特殊な介在事情が入った場合に、ね、どういう事情までその考慮を、ね、その相当性の判断に使うことが許されるのかっていう話なんですね。でその、ね、判断資料にどこまでのものが使えるかということに関して3つの見解でそれぞれ違ってくるんですよね。で折衷説ですけども、刑法は一般人に向けられた行為規範であることから、まず、行為時に一般人が認識可能、行為時にすでに存在していた事情であれば認識可能で、行為後の介在事情の時は予見可能という表現をします。だからこれ使い分けるんですね、言葉をね、行為時にすでに存在、例えばあの暴行、あの、ね、誰か被害者の方を殴っちゃったその時点から何かこう持病を抱えたとかっていう、そういう行為事情、行為時に存在した事情はこの一般人が認識可能で、後から例えばこの第三者がこう介入してきてね、で因果の流れを早めてたとかっていう行為後の事情の時はあの予見可能、そういう事情を予見できたかどうかっていうふうにあの見ていきます。まあ、そんな感じで1行目の終わりの方から2行目にかけてですが、行為時に一般人が認識可能かっこ予見可能な事情を因果関係の判断の基礎事情にするのがまあ原則です。また刑法の因果関係は偶発的な結果を除外し既定の範囲を適正化するためのものなので、まあ、行為時にね、行為者が特に認識で介在事情、行為後の介在事情だったら予見ですけどね、行為時にすでに存在している事情だったら、まあすでにもう行為者が現に認識している事情、それを因果関係の判断の基礎に入れてもまあいいだろうと。で行為後の介在事情であれば、行為者が現にそれを予見していたんであればね、それはそれを相当性の判断の基礎事情にも入れてはいいだろう。それが折衷説の考えになります。というわけで、認識予見していた事情が、をですね、因果関係の判断基礎事情から除外する理由はないということで、結論としてはこれが規範ですね。行為時に一般人が
その認識ね、これはもうすでに存在した事情で、さらに介在事情、行為後の介在事情であれば予見ですね、まあ、一般人が認識予見可能な事情、それから行為者が特に認識予見していた事情を基礎にね。でここポイントはね、行為者のはさすがに単なる認識可能性とか予見可能性があったり過ぎないような時ではさすがにそれは基礎事由に入れちゃいけない。それまでやっちゃうとちょっと処罰範囲がね広がりすぎちゃうんで、やっぱりこう認識あるいは現に予見していないといけないってことなのね。で後で担当の過去もここを出ますのでね、ここのところね、ここの判断しますよ、事例見てね、あこれ単に予見可能性があったり過ぎないな、ね、この行為者単に予見していたに過ぎないなってことは、その事情を相当性の判断に基礎事情を入れちゃいけないなってことで自分で判断することになりますんでね、担当試験の時ね、これ後で見ていきましょう。令和元年の、ね、問題がそんな感じになってますというわけで、もう一回ね、このブロックの5行目のところですね、そこでこれ規範、最終的な規範ですが、行為時に一般人が認識あるいは予見可能な事情、それから行為者が、これは現にね、特にっていうのは現にってことです、現実にってことですけど、行為者が現に現実に認識予見していた事情を基礎にね、まあ、実行行為から結果が発生したと言えることが社会通念上相当と言えれば、まあ、刑法上の因果関係を認める見解、それを折衷説というふうに言いますね。でこのメモのところつけておきました、まあ、その今の予見っていうのは介在事情をこのね、行為後の介在事情である事案では、一般人が予見可能な事情や行為者が現実に予見していた事情もね、相当性の判断の基礎事情になるということね。で後で担当でやれば分かるけど、単なる予見可能性があっただけではその相当性の判断の基礎事情には入れないということになりますね。だから仮に介在事情が予見できなかった、一般人が予見できない、ね、予見可能性がない、しかも行為者も現実に予見していなかったということになると、その介在事情を相当性判断の際に除かなければいけないんですよね。でその結果、その本当の当初の行為と結果との間に結びつきがあるかどうか、そこが結びつくことが相当と言えるかどうかというのを社会通念に照らして、まあ、一般常識人の判断で、まあこうね、判断して因果関係の公費を決めることになりますね。で仮にその介在事情が例えば一般人が予見可能、あるいは行為者が現に、まあ、予見していたということになったら、その介在事情も加味して実行行為プラスその介在事情も加味して、じゃあその当該結果が発生することが社会通念に照らしてね、相当と言えるかどうかという判断を、まあ、するわけね、ですね。でそれは後で担当試験の時にやることになりますね。令和元年のところね、これ相当因果関係説からの基本的な思考方法になります。あで今のね、ちょっと私が話したことをちょっと事例を使ってやっていきましょうか。最後のブロック見てください。こんな感じです。例えば昔はだから相当因果関係説で答案書くときってこんな感じで思考してたんですけど、例えばね、甲が V を後ろから突き飛ばしたところ、 V は転倒して、でせいぜいこのね軽い頭部打撲、これだけじゃとても死んでしまうようなそんな怪我ではないんですけどね、転倒して軽い頭部打撲の障害を負いました。でこれがまず実行行為ですね。で、V は心臓に異常があり心筋梗塞が起こりやすい状態だったためね、転倒により心筋梗塞が起こって死亡したという事例でですね、V は心臓に異常があり、ね、心筋梗塞が発生しやすい状態だったという事情が、これが介在事情というかその行為時に存在した特殊事情になるんですけど、これねどうでしょう、ここではちょっと場面を、ね、限定したんですけど、行為時に一般人が認識できず行為者が特に認識していなかった場合、担当試験ではね大体この認識してたか認識してなかったって書いてくれてることが多いんで優しいんですけど、論文試験の場合は、まあ、本当に事実を評価してこれ判断しなければいけない時もあるんですけど、担当の場合はこうやって優しくね、もう認識してたのかどうかってところ、あるいは認識可能だったのかどうかってことを書いてくれてます。なんでここではこの特殊事情がね、行為時に一般人が認識できずかつ行為者も特に認識してなかったというのをちょっと前提にすると、これ折衷説からは因果関係のほら基礎順に入れられなくなりますよね。というわけで、その今の特殊事情因果関係の判断の ところから除外しまして、で最終的にその当該暴行と心筋梗塞による死、具体的な死の結果をちゃんと着目しないといけないんですけどね、その当該暴行でそれ1行目にありますけど、単に突き飛ばしてね転倒させて軽い頭部打撲症の障害を負わせてるぐらいのそんな実行行為なんですよ。でそこから心筋梗塞で死ぬことが相当かっていうと、まあ、通常は相当とは言えないんでね、そうすると折衷説からはその結果を行為者に記載できないということでね、まあ、傷害致死罪にはならないなと、せいぜい傷害罪、その、ね、最初に暴行して怪我させたというところで傷害罪の罪責を負わせられるにとどまるんだということになってくると思いますね。あとで担当試験の、ね、問題やってみましょうね。で今度ですね8ページ主観説ですね。これはね本当に少数説、折衷相当因果関係説の中でも、まあ、すごく少数なんでね、まあ、こんなのもあるなぐらいで一回見ておけばいいんですけど、主観説、行為当時にどんな事情を、ね、その基礎事情に入れられるか、相当性判断の基礎事情に入れられるかなんですけど、行為当時に行為者が認識で、まあ、すでに存在した事情だったら認識で、介在事情、行為後の介在事情だったら予見なんですけど、行為者が認識予見していた事情および、その認識予見し得た事情で、これ全部ね行為者基準なんですよね。まあ、認識可能性、に現に認識していたこと、それから認識可能性、ね、あるいは現に予見していたこと、あるいは予見可能性、これ全部ね行為者基準になってます。で、それで2行目のところですけど、実行行為から結果が発生したと言えることがね、社会通念上相当といえれば刑法上の因果関係を認める見解ということになりますね。で
この見解やっぱ批判が強くて、まあ、客観的に一般人から見てね、明らかにその認識ができるような事情で認識可能がある性があるような事情であるにもかかわらずね、その事情を因果関係判断の基礎に入れられないっていうのはちょっと法益保護の観点から妥当ではないんじゃないかっていうね、そういうまあ批判が強いわけですよね。というわけでこの見解ちょっとあの一般的な見解にはなってないところですね。で次客観説、これはあのさっき言った通りかつて前田先生があの取られていた見解でね、まあ、今危険の現実仮説の方に流れてますけども、客観説これ今有力説ってことでねあの評価されてますが、行為時に客観的に存在していた全ての事情、だから要は、ね、基礎事情、相当性判断の基礎事情に入れられるかどうかってことに関しては、行為時に存在した事情に関してはね、もう暴行した殴っちゃった時点でなんか持病を抱えていたとかね、そういうもうその行為時にすでに存在している、まあ、特殊事情に関してはもう全てねあの基礎事情に入れることになります。だからちょっと軽い暴行してね、結果心臓発作で死んじゃったっていう時も、もうすでにねこの心臓発作が起こりやすい持病を抱えている人を、まあ、ちょっと暴行して殺したことが相当と言えるかどうかっていうふうにあの判断することになっちゃうんですよね。だからまあ相当性が結構認められやすいようなあの方向で働いてきます。それから行為後の介在事情に関しては、一般人が予見可能な行為後の事情だけは基礎にできるんだという見解なんですよね。行為者のまあ認識予見の行為者のねその予見のところは問題にせずにね、まあ、一般人を基準にね、だから基本的に客観説なんで全部客観に判断するんですよね。行為者の主観には一切こう触れずにもう全部客観的にまあ見ていこうと。でまあ行為後の介在事情に関しても一般人が予見可能なものはまあ入れていきましょうという形でね、全てあの行為者の基準を全て排斥しているということですね。というわけで、そんな感じでね、もう一回言うと、行為時に客観的に存在していた全ての事情及び一般人が予見可能な行為後の事情を基礎に、実行行為から結果が発生したと言えることが社会通念上相当と言えれば、刑法上の因果関係を認める見解ですね。でこの見解に対する批判としてはこの下のところですけど、まあ、事実上当てはめしていくとね、条件説とほとんど変わらないような結論になってしまうんじゃないかということがまあ言われておりますね。ただ もちろん実際そういうわけではないですよ。あの基礎事情に入れたとしても、じゃあその行為から本当にその結果が発生することがやっぱ社会通念上相当と言えるかという絞りがかかりますからね、まあ、実際本当に条件説と全くどんな事案でも同じになるわけではないんですけど、まあ、でも事実上ね、多くの事案が一緒になっちゃうんじゃないかと、結論のところで違いが出なくなってしまうんじゃないかということがまあ言われておりますね。さてで今度カッコさんで最高裁 の米ひき逃げ事件です。あの相当因果関係説を、ね、最高裁で初めて取ったって言われている相当因果関係説なんですけど、この、ね、最高裁の相当因果関係説はちょっと独自の相当因果関係説で、上の見解とも全然違うんですよね。でこの理解ができているかどうかっていうのはやっぱ担当試験で結構聞かれてるんですよ。でこの最高裁の相当因果関係説って非常に問題点、難点があのこう、ね、難点を抱えておりまして、その難点をクリアするために危険の現実仮説の方に流れていったと、最高裁はね、今の危険の現実仮説取ってる点に評価されてるんですけど、この相当因果関係説から生ずる難点を解決するためにですね、この危険の現実仮説の方に流れたというふうに言われてます。なのでこのね、ちょっと難点をしっかりと分かっておいてほしいんですよ。でその難点が分かると、危険の現実仮説がちゃんと理解できてですね、で論文試験で当てはめするときに説得力をね、ちゃんと事案に即して説得的な文章がね書けるようになるはずなんですね。さてじゃあ見ていきましょう。カッコさん、これ米兵ひき逃げ事件なんですけども、あこれあの担当でストレートであの後で出てきますから、担当試験でもこれストレートで聞かれてるんでね、まあ、そのためにもちょっと押さえててほしいんですけどね、被告人は時速、約、ね、60km で自動車を運転中に前方不注視と、要は前を、ね、よく見ていない、そういう過失により、被害者 V、ね、ビクティムをですね自社に衝突させてそのまま逃走しました。でしばらくしてその V がね、被告人の車両の屋根の上にいることを気づいた同乗者 A がね、被告人とまあ一緒に乗ってた、同乗者 A が時速約 10km で走行中の被告人の自動車の屋根からですね、 V を逆さまに引きずり下ろしてアスファルトで舗装された路面に転落させました。で V は、ですね、この線引いてあるところなんですが、まあ、脳内出血等により死亡したんですけど、死因となる障害がね、被告人の行為と同乗者の A の行為のいずれから発生したのかが、そこはあの証拠上認定できなかったんですよね。証拠上ここが認定できませんでした。どんなに頑張ってもね、検察官は一生懸命あの被告人の跳ねた行為からあの亡くなられたんだということを頑張って主張立証しようとしてたんですけどね、まあ、最終的に裁判所としてはね、今ある証拠からだとその合理的を疑い超えてね、ここをちょっと被告人の行為から発生したって認定できないんだということで、このところは因果関係不明になってしまいました。でそんな感じで、でもまあ検察官は一応ね、因果関係があるということで業務上過失致死罪、今はね法改正がされて自動車運転、行為、ね、処罰法の方で、このね過失運転、まあ、致死罪なんですけど、いずれにしろ致死ですね、死の結果を奇跡しようとして検察官ね、起訴をいたしました。でも最高裁は結局ね、これ因果関係指定して致死の結果まで奇跡させないで致傷に留めちゃったんですけど、その理屈をね理解してほしいんですよね。でこれがまさにその相当因果関係説、最高裁独自のまあ相当因果関係説なんですけど、その相当因果関係説の難点、難点というふうに言われてますね。当たり前、まずあの上の事実関係見てね、あのちょっと皆さんで想像してほしいんですけど、時速60キロのあんなでっかい車の、ね、鉄の塊があのぶつかってきたらどうなると思います？生きてる
生きてる保証あります。60キロってすごいスピードだと思うんですよ、ね、それが、ね、ぶつかって、しまったらもう十分この被告人の行為で被害者亡くなられた可能性十分あるわけなんですよ、ね、にもかかわらず、これ、ちょっと以下の理屈から、ね、因果関係否定して地上に留めちゃうんですけど、本当にそれでいいのかなっていうところなんですよね。これが、まあ、この最高裁の相当因果関係説の難点というふうに言われているところですね。でそれをクリアするために危険の現実仮説というのが出てきてね、やっぱりその当初の被告人の行為がもう当該死の結果を発生させるぐらい危険なものであればね、まあ、途中でその介在事情が入ったぐらいでは因果の流れは別に途絶えないんだということで因果関係をこう認めてしまう、まあ、そういうような話に流れていきます。でその、ね、ことをこれからちょっと分かってほしいわけですね。ここから 2,3 ページ進めていく中でね、じゃあまず最高裁見てください。8ページです。最高裁は同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者を逆さまに引きずり下ろしアスファルトを舗装道路上に転落させるというがごときはね、経験上普通予測強いられることではなくね、ことに本件においては被害者の死因となった頭部の障害が最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたものか、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり下ろし路上に転落させた際にね生じたものかが確定しがたいというのであって、このような場合に被告人の前期過失行為から被害者の前期死の結果が発生することとかね、我々の経験則上当然予想を強いられるところであるとは到底言えないんだということで、まあ、結論としては被告人が V を跳ね飛ばした行為と V が、ね、脳内出血で死亡したという、こととの、ね、因果関係を否定して致死まで認めずに致傷に留めてしまったということですね。まあ、これが米兵ひき逃げ事件です。で最後の行のところですけど、補足すると本決定は最高裁レベルで初めて、ね、相当因果関係です。ただし上の学説とはもう全然違うね、最高裁独自の、まあ、社会通念相当って言ってるところだけしか、まあ、相当因果関係説っぽくないんですけど、まあ、最高裁独自の、まあ、相当因果関係説を、ね、採用したというふうにまあ評価されてますね。で9ページの1行目の途中のところですが、まあ、本決定は同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者を逆さまに引きずり下ろしアスファルト舗装道路上に転落させるというがごときは、ね、経験則上、まあ、ここが、ね、じゃ経験上というところが、ここはちょっとこう相当因果関係説っぽいんですけど、まあ、経験上普通予想できないということを理由に、因果関係を否定していることからね、被告人の行為と結果との間にこの同乗者が引きずり下ろすということがこれ介在事情になるわけなんですけど、そこは証拠上認定できるわけ、まあ、そこは本人もね、まあ、言ってるんで喋ってるんで証拠上認定できるんですけど、そういう介在事情がある事案においてこのね行為後その実行行為の後に現実の因果経過、要は証拠から認定できる現実の因果経過ね、要は同乗者が引きずり下ろしたということは証拠上認定できてるわけなんですよね。同乗者もそれ喋ってるんでね、証人で来て喋ってるんでそこは証拠上認定できるんですけど、そういう現実の因果経過を経て当該結果が発生することが社会通念上相当と言えるかどうかっていう判断するね、そういう枠組みを取ってるんですよ。これは前のページの学説とはもう全然違います。とにかく介在事情があるような時に証拠上認定できればそれをね必ず絶対因果関係の判断の基礎事情に入れるんですよ。でしかもややこしいのはその当初の行為の危険性が必ずしもねこう着目されずに当初の行為からその次にこの特殊な因果経過を経てじゃあそれでこの結果が発生したことそれが相当と言えるか、そういうちょっと固い判断枠組みをね、取ってるんですね。でその結果結局ですね、その当該死亡の結果っていうのが被告人の行為から生じたのか、このね同乗者介在事情であるねこの同乗者が引きずり下ろした、行為から生じたのか、そこがまあ確定できないということで、それで被告人疑わしきは被告人の利益ってことになりますので、それでね因果関係を否定 してしまったっていう、そういう理屈なんですよね。これが最高裁独自の相当因果関係説です。要は簡単に言えば介在事情が証拠上認定できるんであればそれを必ず基礎事情にするんですよ。でその時にねさっきの学説みたいに行為者の例えばほら主観とか一般人の予見可能性とかそういうところを見てないんですよね。もう証拠上認定できたら必ずその介在事情基礎事情に入れるんだと。でその後なんだけど固い考え方をしてるんですよ。随分硬直的な考え方なんだけど、その当初の実行行為があってその後その介在事情を経てでその当該結果が発生したこと、それが相当と言えるか。で今回はそういう流れで判断した時にその介在事情を経た場合ね、結局その当該最終的な死の結果が被告人の行為から生じたのか、それともそのね介在事情から生じたのかどうか、そこ以上先はもう証拠上確定できないということで疑わしきは被告人の利益にっていう、ね、原則によってそれで因果関係を認めなかったということなんですよね。というわけで非常に固い、考え方を、ね、最高裁の方は取ってます。学説の相当因果関係説とは随分違う、ね見解ですね。でそんな感じで、次の直書きのところですけど、本決定は本件の同乗者の行為の因果経過の、ね、介在事情に取り込んでるんですけど、まあ、さっき言った通りこれさっきの学説のどの立場に立ってるかっていうことは、ね、明らかにはしてませんね。で最高裁少なくとも前期のような因果経過を経て当該結果が生じることが、ね、経験則上相当と言えないとして因果関係を指摘したというふうに分析されています。でこれすごく難点がありまして、それは次の括弧4のところです、相当因果関係説の危機ということですね。でここを理解できると危
験の現実仮説を取ったときに当てはめがちゃんとできるようになりますからね。で見ていきましょう。まあ、要は簡単に言うとさ、今回60キロの鉄のね車、もう重いね鉄の塊にぶつかってるから十分死んでる可能性があるんですよ。でこれで致死の結果認めないとおかしいじゃないかってところになるわけなんですよね。でそれがこの相対因果関係説の危機なんですけど、矢印です。介在事情を相当性判断の対象とした上で行為から介在事情を経て結果が発生したという現実の因果経過がね、一般人の経験上予想可能と言えるかを判断する、まあ、最高裁独自の判断枠組みなんですけどね、最高裁独自の相対因果関係説なんですけども、まあ、それに対しては、まあ、相当性の判断がもっぱら介在事情に対する予見可能性の有無で決まるんだということになっちゃうんだと。今回みたいにね、米兵その同乗者が引きずり下ろしたっていう介在事情、それがまあ証拠上認定できるんだったら必ず、それがあったことを前提に因果関係判断しなければいけないってことなんですよ。で結果本件ではそのね介在事情を入れたのは証拠上そこは認定できて介在事情を入れたのはいいんだけど、その後がね、ちょっといい加減になっちゃったわけ。じゃあ結局その死の結果どっちの行為から生じたのか分かんないよってことで、それで因果関係を否定しちゃうんですよね。だからこの理屈を取っちゃうと、どんなに当初の第一行為被告人の行為が現にね最終的に生じた結果を発生させるぐらい危険な行為あったんだとしても、この理屈を取られてしまうと因果関係が否定されてしまう、そういう不合理な結果になってしまうんですよね。それが相当因果関係説の危機、要は最高裁独自の相当因果関係説なんですけど、その見解に対する危機だということになります。でそれが5行目のところですけど、こういう最高裁の立場を取っちゃうとこの太字のところですね、結果に果たした第一行為の影響力が無視されてしまう。どんなにこの第一行為が危険なその当該結果ね、当該具体的な死の結果を発生させるだけの、ね、危険性がある行為をやっていたんだとしても、結局その介在事情をさ基礎事情に入れて、でその後証拠上ね、じゃあさどっちの行為から発生したのかが分かんないってことになった時に因果関係を認めないな、これはおかしいだろうなってことになっちゃうんですよね。でこういうところでおかしいってことで最高裁その後ね、ちょっとこの見解も取らないようになっちゃって、特に次のページから後でご紹介しますけど、大阪難航事件なんかはね、やっぱこの問題点踏まえて、後からね入ってきた介在事情、これ確かに因果関係の判断の基礎事情には入れてるんだけど、それを踏まえてもなおその第一行為からその最終的な結果がね、生じたこと、まあ、それ危険の現実化でおそらく判断してると思われるんですけど、その第一行為からその当該ね最終的な結果が発生したのが現実化したっているんだったら因果関係を認めようじゃないか、そんな感じで見解が変わってきてますね。というわけで、まあそういうところになります。でちょっと危険の現実仮説をね、ちょっと判例ご紹介する前にちょっと理論面補強していきましょう。10ページのところです。危険の現実仮説、まあ、今のね最高裁の立場はこの見解に整合するというふうに言われてますね。ただ最高裁は因果関係の分野のところは一般的な判断枠組みを定理したことは一度もありません。だから結局自己的に分析してるわけね。あこの判例見ていくと、あこれ危険の現実仮説と整合するな、ただ学者が後から分析してるだけですね。まあ、最高裁は一般的な判断枠組みを立てずにね、事案に即して妥当な解決をね、まあ、図ろうとしているということね。憲法なんかも判例見ててさ、審査基準出さないとき多いじゃないですか。なんとなくこの事案の比較考慮して妥当な結論出してね、それで終わっちゃうときもあるんですけど、まあ、この刑法の場面でいうと因果関係のところがまさにそういう分野なんですよね。ちなみに間接制裁のところもそうです。最高裁ね、一般的な判断枠組みを出さないでね、まあ、なんとなくこの妥当な解決を図るためにこう理論その場限りのね、まあ、理論構成をして、まあ、結論出しちゃってると。だから皆さん論文試験のときはちゃんと理論をしっかり固めてね、三段論法できるようにするっていうのが皆さんのまあ仕事だということになりますね。で危険の現実仮説です。矢印のところです。判例は因果関係の判断枠組みを一般論としては明示していないんですが、最近の最高裁はね、実行行為と結果との間に、まあ、条件関係が、ね、あることを前提に客観的に存在する全事情、だから因果関係判断の基礎事情としては行為時に存在する事情はもう全部入れちゃいます。もう行為者とか一般人の認識とか予見のね、その行為のところを問わずに、もう行為時に存在した事情は全部危険の現実化の判断基礎事情に入れてしまいますね。あとは、行為時に存在した特殊事情とか、あと行為後の介在事情、これなんかもう認識予見を問題にせずにね、すべて、基礎事情に入れてしまいます。で、判断資料としてね、この4行目のところですけど、そういうのを判断資料にして行為の危険性が結果へと現実化したと言えるかどうかという基準によって、まあ、法的因果関係を判断しているというふうに考えていきますね。これがまあ危険の現実仮説ということになります。で論証例ですけども、まあ、刑法上の因果関係はね、偶発的な結果を排斥し、奇跡の範囲を適正なものとするために単にね、あれなければこれなしとの条件関係が認めるだけでは足りず、だこれまず論文試験では認定しなければいけませんけど、まあ、それだけでは足りずね、条件関係があることを前提に客観的に存在するすべての事情を判断資料として、行為に含まれる、危険を現に発生した結果として現実化したと言えるときに肯定されると考えるってことね。ちなみに介在事情がある事案では、客観的に存在するすべての事情の中にね、まあ、行為後のもう事情も含むみたいなことで一言事案に応じて付け出してもらえればと思うんですけど、いずれにしろ全部の事情をね、この危険の現実化の判断の基礎資料のところに入れてきますね。
で中のとこですけども因果関係の判断の際の結果はなんとなく死の結果って抽象的に考えちゃうと間違った方に行っちゃいますので、まあ、現に発生した具体的な結果ね、例えば車にひかれて例えば頭ぶつけて脳出血で死んでしまったとかね、本当にその現に発生した結果に着目して、でそれで行為に含まれている危険がその、ね、結果に現実化したと言えるのかどうかということをちゃんと具体的に判断していきますね。でこれ平成26年の採点実感、死刑交際員の採点実感抜粋してきましたけど、やっぱこれ悪い例、ちょっと点線つけておきました。悪い答案の例としてやっぱその危険当てはめの時にね、危険の原因使って規範立てたのはいいんだけど、当てはめの時にやっぱその危険とかその行為に含まれている危険ね、要は実行行為の具体的な内容ですよね、その危険性、それから具体的なその生じた結果、そこをねやっぱ具体的に捉えてない、なんとなく死の結果みたいにね抽象的にやっちゃってるものもあったんだけど、それはもうダメな答案ということになってしまいます。というわけでね、因果関係判断するときはこの具体性、具体的に、ね、判断しなければいけないわけね。具体的に結果を特定しないと本当にその行為に含まれる危険が現実化したと言えるかどうかって判断できないじゃないですか。だからね、ちゃんとその危険の現実化を適切に判断するためにはその結果をしっかりと具体的に特定しないと、まあ、いけないんだということになりますね。さてで今度11ページのところです。でこれちょっとね、今までのちょっと見解からの事例処理の確認なんですけど、行為時から存在する認識不可能な特殊事情と因果関係です。でもう結論先出しなんですけど、客観今の危険の現実化説からしたら、もう行為者とか一般人がね認識できようができまいが全部危険の現実化の判断の基礎資料に入れちゃいますのでね。でこれ実際軽い暴行したんだけど、たまたま被害者の方が脳梅毒で、脳組織が崩壊しやすい状態になってたんでね、ちょっとこう軽い暴行を受けただけなんだけど、脳組織が崩壊して死んでしまったっていう、そういう事案なんですよ。で危険の現実化説からしたら、その基礎事情にも全部ね、そういう特殊事情も入れて判断するから、簡単に言えばさ、もうちょっと殴られただけで脳組織が崩壊して死んでしまうかもしれないような人に対して頭を殴って、で結果脳組織の崩壊で死亡したっていうふうに見ていくわけで、それは当然危険が現実化したっていうふうに言えるからね、因果関係が肯定だっていう形になるんですよね。で最高裁この時代ね、これ昭和25年で随分昔の事案なんでね、因果関係の判断枠組みとかあんまりそんな危険の現実化説なんかも流行ってた時代じゃないから、そういう形では枠組み入れて意識した範疇はしてないんですけど、結論としては因果関係肯定してるんですよ。最高裁はっていう段落見てください、最高裁は被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなければね、致死の結果が生じなかったであろうと認められる場合で、被告人が行為当時その特殊事情があることを知らず、または予測できなかったとしてもね、その行為が特殊事情と相まって致死の結果を生じ始めたときはね、で結局ちょっと殴っただけで脳梅毒があるためね、脳組織が崩壊して死んじゃうような人を殴って、でその結果脳組織を崩壊させて死亡させたっていう、そういうね、致死の結果を生じさしめたときは、その行為と結果との間に因果関係を認めることができるんだというふうに言ってますね。でこれ一応、条件説、あれなければこれなしという条件説からもこの見解をこう導けるし、危険の現実化説からも導けるんですよ。もう介在事情を含めて全部判断の基礎資料に入れちゃうからね。今言った通り、ちょっと殴っただけで脳組織が崩壊して、死亡してしまうような人に対して、頭を殴って、ね、脳組織を崩壊させて死亡させたっていう形で、考えていくので、まさにその行為に含まれる危険が現実化したことになりますから、この下メモのところに書いてきましたけど、条件説と危険の現実化説からはですね、これ因果関係が肯定されることになります。で2段落目、メモの2段落目で、相当因果関係説からは脳梅毒に、被害者の方が罹患していたというのは、この行為時に存在したその、特殊な事情だということになりますね。でこれはあとはその、特殊な事情はその、因果関係、相当因果関係説のどの見解を取るかによって判断の基礎資料に入れられるかどうかということが決まってきて、で判断の基礎資料に入れられるということになったら、あとは基本的には判断の仕方は危険の現実化説みたいになると思うんですけど、ちょっと殴っただけで、脳組織が崩壊して死んでしまうような人を殴って、で結果現実に、その脳組織の崩壊で死亡させたということが社会通念上相当と言えるかどうかということで判断するんだけど、社会通念上相当と言えそうですよね。そんな感じでね、相当因果関係説を取った場合は、その今の、脳組織にこの脳梅毒を抱えているという、その特殊事情、それをその基礎事情に入れられるかどうかというところで因果関係が肯定されたり、否定されたりということで、違いが出てくるということですね。でちなみに初学者の方がよく事実誤認をしちゃうのはこの最後の直書きのところです。これ行為後の介在事情の事案じゃないんですよ、これ行為時脳梅毒でも 脳が、ちょっと調子が悪いっていうのはもう行為時の事情ですから、これを行為後 の予見とかそういう話と絡めてやんないようにしておいてくださいね。というわけでこれよく初学者の人が間違っちゃうの、これ行為後の介在事情と同じような答案の書き方しちゃう人がいるんだけど、それ書いちゃうとね、本人はそれでいいと思ってても、もう採点してる人は分かってますから、この人はもう因果関係を分かってないなってことになっちゃうから、とても合格点上げられなくなっちゃうんでね、十分と気をつけておいてくださいね。で危険の現実仮説で判断するときも、ちゃんとこれはもう行為時に存在した事情なんだってことはね、しっかりと意識して当てはめしていかなければいけないということになります。
さてでいよいよ本格的にねちょっと理論的にこれからちょっと皆さんここ頑張らないといけないところですね、12ページからちょっとね危険の現実仮説のちょっと判断方法をしっかりと見ていきましょう。12ページと13ページを真に理解するとどんな問題でもきちんと論文書けるし、どんな判例の事案でも理論的に説明できて、でその結果担当試験は必ずねもう100発100中になります。因果関係のところね、この12ページと13ページをしっかりと理解することによってですね、論文はちゃんと書けるようになるし、担当試験もちゃんと理論的にね自分の頭で初めて見る問題も理論的に構成してね100発100中因果関係の公表をね正解することができるようになりますね、というわけでこれとても大事なんですね。この12ページ13ページで見ていきましょう。まず12ページの一番上のところですけども、まず介在事情のあるね、要は行為後の介在事情がある事案をこれから念頭にね、前のページまではあの行為時に存在した特殊事情の話をしていたんですけど、ここから先は行為後にまあね特殊事情、介在事情があった時のその危険の現実化の判断の仕方、因果関係の判断の仕方をやっていきます。というわけで一番上のところですが、介在事情のある事案における危険の現実化の判断方法です。実行行為と結果との間に介在事情がある事例においてはね、先ほどの危険の現実化をどのように判断するかについて、判例はこれね学者の先生がねすごく分析してくれてるの。要はその日のね気分次第で、裁判官のその日の気分次第で全く同じ事例を判断するのに因果関係が認められたり認められなかったりしたらすごく困るじゃないですか。随分あのね形跡が変わっちゃうからね、死の結果が奇跡させられた時とさせられなかった時はね。あと特にね最近裁判員が あるでしょ、裁判員裁判が素人の人にちゃんと的確に因果関係を判断してもらわないといけないんだけど、ちゃんと説明しないといけないんですよね。なんとなく場当たり的にね、こう判断するってことになると裁判員が因果関係判断できないから、ちゃんとそこ説明しないといけない。だからね今刑法の先生って全体的にすぐ頑張ってくれてるんですよね。裁判員要は素人の人にきちんと、妥当なねその理論構成を、妥当な結論を図れるための理論構成をしっかり教えないといけないってことで、別に因果関係の分野に限らず刑法ってね今この数年でねものすごく進んでます。ものすごく進んでる、そういう分野になってますね。だからもう要ははっきり言って 4,5 年前の知識がほとんどもうそのまま使えないような状態になってるのが、まあ、刑法ね非常にこう進む、今ね議論が進んでね学説がすごく頑張ってるところですね。裁判員裁判の方でね、きちんとこう理論が使えるようにね。でそんな感じで、そのですねもう一回言うとね、1行目の終わりから2行目にかけてですが、危険の現実化をどのように判断するかについては、判例は介在事情が結果にどの程度影響を与えたかを検討し、行為者が結果と直接結びつく物理的危険を設定し、結果がその危険の直接的実現と言える事案とね、これは直接的危険実現類型、要はまあ直接型、簡単に言うと直接型ね、当初の行為からその危険が発生したと言えるような、いくら介在事情があったといえね、その当初の行為からその結果が発生したと言えるような、そういう直接型のまあ事例と、4行目の続きですが、自己行為の危険性が介在事情を経由して間接的に結果を実現する事案、まあ、その当該結果の内容を見るとね、やっぱちょっと実行行為から直接発生したとは言えないな、そういう事案です、ですけど、その、ね、間接的な事案でも場合によってはその介在事情がね実行行為と関連しているんであれば危険の現実化を肯定しやすくなるわけなんですけど、そういう間接型の事案を区別しまして危険の現実化を判断しているというふうに分析されています。応用刑法に、ね、書かれてますね。よく受験生基本刑法を使っている人が多いんだけど、その基本刑法の著者代表者の、ね、この大塚先生がこの自分だけで、ね、応用刑法っていうのを今法学セミナーで連載中で、そのうちなんかちゃんと出版されて市販向けの本になるみたいなんですけれども、まあ、こちらの方をしっかり分析してます。同時に大塚先生ではなくて多くの著名な学者の先生はこの、ね、やっぱきちんと類型化してるんだね。それなんでかというと、裁判官がその日の気分次第で、ね、全く同じ事案を判断するのに、まあ、なんとなく、これは介在事情の起用度がどうたらこうたらとかなんか適当に判断されちゃってもね困っちゃうからね、ここのところをもう常に安定して同じ事案であれば同じ結論になるように安定して判断できるように学者の先生がうまくねこう累積類型化をしてくれてってことですね。でこれを裁判員裁判にねちゃんと理解してもらえると、まあ妥当な結論をね素人の裁判員でもちょっとそのね一時的に勉強してもらってですね判断することが可能になるわけですね。でまあ受験生はその受験の当日にちゃんと理解して妥当な判断ができればいいわけなんでね、まあそのためにまあここのところを理解してもらえるということになります。というわけでまあその続きのところですけど、なお書きのところを見てください。なお危険の現実化について1、これまあ前田先生の、ね、本に書かれているような見解なんですけど、危険の現実化について1、行為自体が現に発生した結果を発生させるだけの危険性を有するか、まあ、これ短く言えば危険、ね、行為の危険性の大小、それから2、介在事情の異常性の大小ですね、短く言えばまあ異常性の大小、そして3、介在事情が結果性にどの程度寄与したのか、介在事情の寄与度などの考慮要素を、でポイントはねこれ総合判断なんですよね。前田先生はこれ裁判員には分かんないんです。でも、まあ、前田先生は総合判断、まあ、ちゃんとね勉強してる裁判官だったら分かるからね、まあ、総合判断でもいいっていう形で考えてるんだと思うんですけど、裁判員はね総合判断っていうのが分かんないからできないんですよね。ただまあこういうのを総合判断して危険の現実化を判断するとのまあ見解がありますね。でこの見解に対してはね、で結論として危険の現実化を判断するときにこの3つの考慮要素はね必ず着目するんですよ。だけど総合判断って言われてもね裁判員は分かんないんです。
何と何をどういうふうに、ね、考慮したら危険の現実化になると言えるのかどうか分かんない。で受験生もそこが分かんないと、なんか答案書いた時に、論文試験の答案書いた時に自分は良かれと思ってその場で書いてるんだけど、読み手に伝わらなくなっちゃうんですよね。その場限りの要はその場限りのなんか判断でさ、ちょっとその日の気分によっては結論変わっちゃうかもしれないような、そんな感じのねちょっと文章になっちゃう、まあ、そういう恐れがありますね。なんでここは間違いではないんです。こういう考慮要素をねちょっと加味して危険の現実化判断するところはいいんだけど、やっぱ何をどう、ね、そう判断して危険の現実化を見ていくのかってことは理論的に明確にしないといけないんですね。でちなみにですね、ちょっと平成30年 あのちょっと司法試験のちょっとね担当の問題ちょっと今だけ見てください。後でまあ見るんですけど、これ今のねあの漢字のことが、今の見解からね処理させようとしてるんだけど、ちゃんとそこ分かってないとね当てはめできないと思うんですよね。この問題文の後ろの方に担当の過去問を入れてまして、令和元年から順番にあの過去に遡ってます。なので、まあ、この30年ですね、このレック あのレック出版の方で出してる、ものをちょっと こちら抜粋させていただきました。令和元年のやつはまだレックの、ね、原稿ができてないから私が作ってきたんですけどね、この授業用にね、この場限りのまあ原稿ですけど、このね26ページの次のページになります。26ページのところまであの私が作った原稿でね、令和元年の解説はこの授業用、この授業のためだけにまあこれあの作ってきたんですけどね、この後、この30年、これ19問目で、これね見解のところ、これその考慮素が今挙げられてますね。この平成30年の司法試験の19問目なんですけど、次の見解に従って後期のね、事例及び各記述を検討した場合にどうたらこうたらってなってますよね。でその下見解のとこですけど、因果関係の損否は行為の危険性が結果に現実化したものと評価できるかどうかで判断すべきであり、その評価にあたってはほらさっき あの、まあ、考慮素が挙げられてます。介在事情の異常性と結果への寄与とね、まあ、3つじゃなくてまあ2つだけど、まあ、あの意味は一緒だと思いますね。本質的なところはね、まあ、介在事情の異常性と結果の寄与度を考慮すべき。でこの後事例が書かれてるんだけど、これをどの要素をどういうふうにあのこう考慮して判断するのかってことがちゃんと分かってないと、結局ですね、あの場当たり的な判断になっちゃって、その日の気分次第で因果関係、同じ全く同じ事例を処理するのにね、因果関係が肯定されたり否定されたりすることになっちゃうから、今日はねそれをちゃんとまあ理解してほしいんですよね。ここのところをね、どの考慮要素をどう判断するのか。でそれが分かってない人が書いたあの論文試験の答案はそれほどひどいものはないですからね。そこが分かってない人が場当たり的に書いた答案ほどひどいものはないです。あの採点する人に全く意味が通じませんので、本当に良くないからね、ここのところをちゃんと理解してほしいわけですね。じゃあまたあの戻りますね、先ほどのところです。12ページのところですね。でこういう考慮要素を、ね、まあ、的確にこう使うための指針として、直接型の事例と間接型の事例でまず振り分けるんですよね、事案に、分析してね。でそれで12ページのところの2つ目のブロックです。要は直接型のまあ事例ですね、直接的危険実現類型、まあ、直接型って以下言っていきましょう。でここはですね、まず事案事実を分析して、行為者が結果と直接結びつく物理的な危険を設定し、後で、ね、やる大阪難航事件がまさにぴったりなんですよ。当初の第一暴行、被告人の暴行で、ね、十分脳内出血で死亡させるぐらいのまあ行為をあのやってしまったんですけど、第二行為としてその被告人が意図せずにですね、予期せずにですね、そのたまたま偶然通りかかった人がその被害者に追い打ちをかけてしまってね、頭をまた同じところをこう殴ってしまって、で最終的にまあやっぱり脳出血でまあ死んじゃったんですけど、その場合ね、確かに第二行為がまあ幾分確かにこの被害者の死の結果早めるようなまあ事情、そこはまあ認定されたんですけど、でも仮にその第二行為がなかったとしても、もともとその被告人の行為自体で脳出血でも死んじゃうようなあの危険が生じていたんですよね。なので、まあこういう時はね、あの危険の現実化を認めていくんだと、まあ、そういうことになりますね。後でまあ判例をご紹介しますけどね、大阪難航事件になります。じゃあちょっと見ていきましょう。もう一回直接型のところですが、行為者が結果と直接結びつく物理的な危険を設定し、現に生じた結果が行為者の設定した危険を直接的に実現したものと評価できる場合、ね、はですね、大阪難航事件が典型的にこれに当たりますが、介在事情があったとしても、その介在事情が結果に果たした寄与度は相対的に小さく、で一応その上の、ね、考慮差は見てるんですけどね、まあ、寄与度小さいという形で評価しちゃいます。まあ、寄与度相対的に小さく、危険の現実化を妨げる事情にはならないと言えるため、実行行為に含まれる危険が現に発生した結果に現実化したと言えるんだということになりますね。でね、あの担当試験はやらしくて、まあ、この判例の事案そのまま出してくれる時もあるんだけど、多くの場合はちょっとひねってくるんですよ。だからこれが頭にちゃんと理解されてることを前提に、その場でやっぱ考えないといけないのね。あ、これ直接型だなとか間接型だなとかね、そこを見ていかなければいけませんね。で、あ、ちなみにこの図なんですけど、まあ、これはあのイメージね、直接型の場合は、まあ、実行行為があまりにも、ね、その危険で、本当にその結果発生させるぐらいの危険な行為があったんだとしたら、結局仮に介在事情が途中で、ね、入っちゃったとしても、結局因果の流れを遮断しないってことなんですよね。この介在事情が、ね、あったとしてもブロックできないんだと、この因果の流れを、ね、遮断できないんだということになってきますね。まあ、そんな感じのまあイメージですね。これちょっとメモに書いてあるのであまり気にしないでください。まあ、要は因果の流れをね、まあ、一応気になっている方のために読んでおくと、因果の流れが介在事情の壁で遮断されないって、ちょっと今日
書いてみました。まあ、後であの私の促進インプット講座の時はね、これちゃんとあの書いておこうと思う。また後でもう一回考え直してね、あの書いておこうと思いますけどね。まあ、こんな感じで、まあ、因果の流れが介在事情の壁でね、遮断されないってことですね。まあ、ブロックされないんだと。まあ、そんな感じのイメージになります。で、今度13ページいきましょう。今度関節型になります。こちらはですね、まあ、典型的な事案は後でやるあの有名な高速道路侵入事故死事件とか自動車トランク監禁事故死事件なんですけどね、ともにいずれも有名な判例であります。で、その関節型ですが、結果と直接結びつく物理的な危険が介在事情から生じた場合はね、介在事情の危険が現実結果にね、現実化したのであり、その危険が現実化したとは言えないため、まず原則ですね、その危険の現実化っていうのがまあ否定されることになりますね。前のページの考慮要素との関係で言えば、関節型の場合はやっぱその寄与度がすごく小さいんですよ、結果に果たしたまあ寄与度がね、まあ、でその反面ですけど、まあ、裏を返せばその介在事情が異常だったっていうことなんでしょうね。その結果との関係、その実行行為と結果との関係で見たら、その当該介在事情は異常だったってことになるんだと思います。ただ最もですね、3行目のところですが、実行行為と介在事情に一定の関連性があるときは、実行行為と介在事情が相まって結果を弱記したと言えるためね、弱記っていうのはよく刑法の言葉で使うんだけど、これ普通にあの訓読みで読めばさ、引き起こしたって意味ですよね。実行行為の時によくに、あの法益侵害弱記の厳正危険性を有する行為っていうふうに言うけど、法益侵害を引き起こす危険性がある、ね、現実的に引き起こす危険性がある行為ってすごく分かりやすいですよね。まあ、引き起こすぐらいのイメージで持っておいてください。よく刑法で、ね、使う言葉です。というわけで、実行行為と介在事情が相まって結果を弱記、まあ、引き起こしたと言えるため、危険の現実化を認められると。で、具体的には、ね、ポイント2点ありまして、行為者がその介在事情を誘発としたと言えるようなふうに、ね、分析できる誘発型の事例と、誘発したとは言えないけども、そのまたはの後で行為者が介在事情を誘発したとは言えない時でも、これね、トランク監禁致死事件がどっちかとこっちに当たりやすいんだけど、介在事情を誘発したとは言えない時でも、実行行為が結果拡大に寄与する、ね、危険状態を設定したと、車が後ろから追突されやすいようなところに、まあ、止めてしまったということでね、その危険状況を設定したと言えるような時は、まあ、結果あですね、この後、実行行為と介在事情が相まって結果を弱記したと、まあ、評価でき、まあ、結論的には実行行為に含まれる危険がね、現に発生した結果に現実化したと言えるんだという形で、まあ、評価されるということになってきますね。で、この一番下の図をちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、イメージで言うと、まあ、ここのところでね、まあ2つのちょっと因果の流れを今日書いてきました。まず1つは実行行為の危険性が、まず丸一の筋、これあまりにもそのね、まあ、まずね、前提として結果は介在事情から直接発生してるんですよ。この被告人の行為から直接発生したんじゃなくて、このね、介在事情から直接発生してます。後でやる高速道路侵入事故死事件なんかがその典型的な例なんだけど、被告人が被害者をすごくあの激しい暴行を加えて、で被害者逃げ出してね、でその逃げ出す過程で高速道路の中に入って車にはねられて亡くなられてしまったんですけど、最終的にはあの車にはねられて亡くなられてますのでね、被告人の行為から直接その死亡の結果が発生したわけではありませんから、その場合あの関節型の事例だってことが分析できるんです。でそういう関節型の事例の時は、その因果の流れを考えて、まずね、その例えば高速道路の中に入っちゃったのが、あまりにもこの被告人の激しい暴行でね、本当に高速道路に入らないよともういけないような状況を作り出しちゃったんじゃないか、誘引してしまったんじゃないかというふうに評価されるんであれば、途中でね、実行行為と結果との間に介在事情があったとしても、因果の流れが途絶えないことになっちゃうんですよね。でも逆にそのね、あまりにも介在事情がすごく異常性高くてね、いくらなんでもその実行行為からこの結果の方には流れていかないだろうなというふうに思うんであれば、その介在事情によってですね、因果の流れが遮断されまして、まあ、それで危険の現実化が認められないんだという感じになってきますね。で、ここの理解ができているかどうかを試すために、いろいろ論文試験でね、事例をひねったりとか、あと担当試験でもやっぱり判例の事案を微妙に変えてくるんですよね。判例はそのまま出す時もありますけど、判例の事案を微妙に変えててね、そこでこのところがちゃんと分かっているかどうか、判断できるかどうかってところを見ておりますね。まあ、そんな感じのところが大雑把な話、ここが特に大事なところですね。今日の一番大事なところになります。で、あとはちょっと判例の確認になります。で、最後の担当の問題をね、ちょっとこうやって今日の復習がね、できるんじゃないかと思うんですよね。まあ、14ページ見てください。これ大阪難航事件になりますね。これ直接型の事案なんですね。ちょっとご紹介しましょう。大阪難航事件になります。で、括弧1、でこれね、一つ目安なんですけど、括弧1、あの縦4判例ね、見出しで括弧1大阪難航事件で括弧直接型って書いてあるでしょ。こういう形でちょっと類型化分かりやすいように書いておきましたからね。以下括弧1以下ね、括弧2以下も全部あの何とか型何とか型ってあの書いてあるんで、復習はしやすいようにあのちょっと工夫してますのでね。で、まず直接型の典型的なのがこの大阪難航事件でありまして、ちょっと見ていきますね。14ページの括弧1の一番上のブロックです。被告人は三重県内で被害者の頭部を洗面器等で多数回殴打し、脳出血ね、最終的に脳出血で死んじゃうんですけど、まあ、脳出血を生じさせて意識を失わせ、これ第一暴行です。で、その後、被害者を大阪難航の資材置き場にですね、車で運んでその場と放置したところ、何者かがね、全くその被告人と関係ない人が、何者かが意識を失っている被害者の頭部を角材で殴打し、これ第二暴行になります。で、被害者は結局脳出血で死亡させたという事案なんですよね。
で、でちなみにこれさ、最高裁の立場からしたら、このね、脳出血、2人ともこうなんか頭殴っちゃってるんで、脳出血で死亡させるようなのを怪我を負わせてるじゃないですか。だけど最終的にこれ多分どっちの行為でその当該結果が生じたかっていうのは分かんなくなっちゃうから、さっきの米兵ひき逃げ事件の判断枠組みでこれ処理しちゃうと因果関係が不明だってことで被告人の利益にでね、これ多分あの致死の結果を負わせ、死の結果を負わせられなくなっちゃうんですよね。でなんかおかしいな。で、まあ、そういうんでこういう流れになってるんですよね。米兵ひき逃げ事件 の枠組みがおかしいからね。介在事情、さっきのほら米兵ひき逃げ事件の話ちょっとねもう一回確認すると、介在事情が証拠上認定できるんだったら必ずそれをあの起訴事情に入れるんですよ、必ずね。で起訴事情に入れた結果、その後のどっちの行為でねこの結果が生じたのかが証拠上認定できればさ、まあ、そこに応じた罪責を負わせればいいんだけど、そこが最終的にどっちの行為から結果が生じたのかが証拠上認定できないときは疑わしきは被告人の利益で因果関係否定することになるのね。それがその米兵ひき逃げ事件の相当因果関係説なんだけど、その枠組みでこれやられちゃうとね、あの死の結果もう被告人がねもうこの本件では明らかに脳出血を負わせるだけの、だってもう意識不明になってるんですから、あの第一行為でね、脳出血で意識不明になってるんだけど、でもそんな事案であるにもかかわらず、米兵ひき逃げ事件の枠組みを使われてしまうと因果関係が否定されてしまうんですよね。まあそういうところが因果関係、相当因果関係説の危機だと言われて、で以後ね最高裁は危険の現実仮説っぽいような流れになってるんだというふうに言われてるんですね。でこれがそのリーディングケースなんですよ。危険の現実仮説に最高裁がね今危険の現実仮説を取ってるんだってことが分かるリーディングケースになります。で最高裁はどこ見てください。最高裁は行為者の暴行により被害者の死因となった障害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしてもね、行為者の暴行と被害者の死亡のとの間の因果関係を肯定することができるんだということで、これで死の結果を指摘してますね。というわけでね、これが直接型の事案ということになってきます。で補足するとってとこ見てください。補足すると、介在事情である第二暴行は第一暴行によりすでに発生した脳出血を拡大させね、幾分死期を早める影響があったもののね、第一暴行が死因となった脳出血を生じさせる危険性のあるものであったことから、介在事情である第二暴行はね、第一暴行により生じた死因となった障害、結果の内容を変更してないと。こうなっちゃうと、まあさすがにやっぱね、このちょっと因果、さっき、介在事情のほらちょっと図をご紹介しましたけど、まあ、介在事情があってもね、因果の流れって多分途切れないと思うんですよね。だけど危険の現実化を見て埋めていくんだと。だからそのこういう判断するためにもやっぱね、その死の結果で具体的に見ないといけないよね。さっき論証例のところで採点実感の罰則をね、ちょっとご紹介しましたけど、ちゃんと具体的な死の結果、なんとなく死の結果っていうふうに見ちゃうと、こういう具体的な判断ができなくなっちゃってね、具体的な論文書けなくなっちゃうんで、事案に即した具体的な論文を書くためにもちゃんと死の結果は具体的に見ると、同時に実行行為もちゃんと見るんですよ。これ今回脳出血で死んでるわけだから、前提として実行行為の内容としてはやっぱ頭殴ってなきゃダメなはずですよね。あるいはまあ頭殴ってなくても何らかの暴行を加えて、例えば転倒してさで頭打ったとか、そういう事実関係が絶対なければいけないんだけど、そういうところをちゃんと見ないといけないんですよね。実行行為とその結果のところを具体的に見て、それで本当にね、その行為に含まれる危険が現実化したと言えるかどうかっていうところを、まあ見ていかなければいけないんだということになってきますね。でそれが意識できていると事案に即した具体的な答案が書けるようになって、まあ、そういうことができない人と比べると点数が高くなってくるんだということになってきます。でね、面白いのがなお書きの一番最後のところを見てくれますかね。なお、これこういう事案だったら皆さんどうなります。なお、仮に A の死因が内臓破裂、被告人の行為は頭だけ殴って脳出血だけなんですけど、内臓破裂には一切関与してないんですよ、被告人がね。なのでその介在事情によって内臓破裂で死んじゃったっていう時は危険の現実化があったかどうかというと、それは行為に含まれる危険がね現実化したとは言えないから、この場合因果関係否定なんですよね。でこれ後でね担当試験で出ますので、一見大阪なんかは担当試験面白くてね、結構これ何回も出してるんですよ、この判例を元にしたと思われるような事案がね。でこれそのままほぼこれに近いような事案出す時もあれば、なんか全然関係ないシーンでこれと似てる事案なんだけど、その死因がね全然被告人の行為とつながらないような死因で死んでる時もあるんで、これ後でね担当の過去問今日後ろの方に載せてるやつでやるとねよくわかります、この違いね。でその危険の現実化が適切に判断できるようになりますね。さて今度15ページ、これはビール瓶傷害致死事件で、これも直接型の事案になってきます。でこれ簡単に言うと、被告人が被害者をねビール瓶で要は割れたビール瓶でね首刺して、まあ脳機能大量に出血させてしまってですね、脳機能障害で、まあ、そのまま放っておいたらもう死んでしまうかのような、ね、脳機能障害でもう出血多量で、脳の方に血が回らなくなってしまってですね、死んでしまうようなそんなすごい怪我を負わせてしまったんですよ。で被告人この被害者の方は入院してですね、で医師の治療を受けていたんですね。で一回容体が安定してうまくそのままね順調に回復すればそのままも生き続けることが可能な、そういう状態になってたんですけど、まあ、この被害者の方ですね、医師の指示を聞かずに、まあ、暴れ回ったりとかね病院の中でやりたい放題やってしまうあったので、治療の効果がうまく上がらず、結果その当初のねその脳機能障害で死んでしまったと、まあ、そういう事案なんですよね。だから介在事情、行為後の自己行為の後の行為後の介在事情としては、まあ、この被害者自身のねちょっと不適切な行為が、まあ、介在したとかいう事案
なんで、すけれども、ただその実際に死んだ原因がね、脳機能障害で、当初の実行行為、これも脳機能障害を起こさせてるってことになると、ここ一致するじゃないですか、実行行為と結果のところが。だからこれ、ね、直接型っていう形で評価されちゃうんですよね。一見この介在事情が入ってるんだけど、別にあの介在事情から直接結果が生じたっていうのを評価しないんですよ。あの高速道路侵入事故死事件みたいな感じでね、間接型の典型である、高速道路侵入事故死みたいな事件みたいな感じで、当初の実行行為が暴行行為で、その後被害者の介在行為ということで、被害者がね高速道路に逃げ込んじゃうっていうのがあるんですけど、それとはまた全然違ってね、その死因があっちゃうんですよね。高速道路事故死事件の場合は、あの被告人が被害者を殴っても、別にその高速道路の中で跳ねられて死ぬっていうことがそのまま直接実現するわけじゃないから、あれは典型的な間接型でも、この事案は介在事情が入ってるんだけど、その当初の行為で脳機能障害を犯させて、結果も脳機能障害だから直接型の事案になるんですね。まあ、そんな感じでちゃんと見ていきます。でそんな中でですね、最高裁ってとこ見てください。1個目のブロックの最高裁はっていう段落です。最高裁は被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったことが治療の効果を減災した可能性があることは否定することができないとしつつも、被告人らの行為によってね、仮に被害者の死亡の結果発生までの間、上記のように被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったため治療に効果が上がらなかったという介在事情が介在したとしてもね、この因果関係があるんですよと、その被告人の行為とその当該死の結果との間にね、因果関係があるんですよということで、まあ、父のところまで、ね、責任を負わせてるんだということね、まあ、殺意がなかったから殺人じゃなくて傷害致死で終わってるんですけどね、まあ、いずれにしろ死の結果が指摘されてるんだということになりますね。というわけで、こういうのはあの直接型ね、介在事情が入ってるんだけど直接型ということになってきます。で補足するとってこ見てください。補足すると、被告人の行為が死因となった脳機能障害を作り出しているところ、被害者が医師の指示を遵守しないという介在事情が、ね、結果性の因果の流れを早めるものではないため、ね、結果への、まあ、寄与度が小さく、ね、介在事情は第一暴行により生じた死因となった障害結果の内容を変更していないと、被告人の暴行が被害者の死因と直接、直結する物理的危険を喪失していると言えることから、本件は、ね、間接型じゃなくて、まあ、介在事情が入っているにもかかわらず、まあ、直接型だというふうにあの認定できると思いますね。で以上を踏まえて、危険の原則化を検討すると、被告人の暴行は被害者の後頭部を割れたビール瓶で突き刺して頸部の、ね、静脈を損傷して大量に出血を生じさせるもので、ね、でこれであの脳に血が回らなくなって、ね、脳機能障害を起こしちゃうんですけど、そういう大量に出血を生じさせるもので、被害者をです、ね、頭部の血流の循環障害による脳機能障害による死亡させる危険性が極めて、まあ、高いものだと。で被害者は医師の治療により一度容体が安定したとは言っても治療を終えたわけではなく、ね、被告人の暴行による結果への危険が未だ残存している、これらのことを踏まえると、一度容体が安定した被害者が医師の指示に従わず安静していなかったという介在事情がですね、被害者の死に寄与したとしても、まあ、その程度は大きなものとは言えずね、頭部の血流の循環障害による脳機能障害による死の結果は被告人の行為に含まれる危険が現実化したんだという形で考えることができますね。だからポイントはあのさっきのね、あの危険の現実化判断するときの考慮差あったじゃないですか。危険のまあ大小とか介在事情の異常性の大小とか寄与度の、ね、大小とか、あれだけ分かっててもダメで、やっぱその大元で間接型と直接型っていうことが分かってないとあの考慮差ちゃんと使えないんですよね。でもあれ逆に直接型間接型っていうのをちゃんと理解できてると、あのちゃんと読み手に伝わるような文章が書けるならなんですよね。まあ、そこがポイントです。というけどあの3つの考慮要素ね、あれ使うのはいいんだけど、というか、まあ、使わなきゃいけないんだけど、あれだけではやっぱりちゃんと分かりやすい文章を書けない。特に裁判員裁判にはあのの素人の人たちに分かってもらえないのね。どういうふうに因果関係って判断されるのかっていうのが分かんないから、まずこういう直接型っていうのとね、間接型っていうのがあるんですよ。で直接型っていうのはね、こういうもので、結局その当初の、まあ、自己行為と、その実際発生した結果を見て、そこのところで特にね、その結果の内容が変更されてないっていう時は基本、まあ、その危険の現実化があるんだっていうふうに考えていくんですよって形でやっていくのね。でそうすると結果的に 後付けの理由になっちゃうんだけど、例えばさ、そのそういうふうにあの判断するのが筋か、あの直接型の場合はそういうふうに判断するのがまず大元のね、革新的なあその筋なんだとしたら、結果後付けの理由にはなりますけど、その介在事情って相対的に異常性が低いことになるんですよね。で寄与度も低いことになる、そんな感じであの理論的にね、その説明していくってことになるのね。だ先にやっぱ直接型か間接型かっていうところを認定すると、あのすごくね、分かりやすい、素人の人にも分かりやすくなってくるっていうふうには思いますね。でさらにね、間接型やるとすごくそこが実感できます。直接型はまだいいんですよ、そんなに難しくないから。でもこの間接型は本当に分かってる人じゃないとちゃんとね、分かりやすい文章書けないんでね、まあ、こちら16ページですね、間接型見ていきましょう。かっこ3、高速道路侵入事故死事件です。矢印のところですが、被告人ら4名は被害者に対し公園やマンションの居室で執拗な暴行をしていたところね、被害者は被告人らの隙を見て靴下履きのまま逃走する過程で、高速道路に侵入して転倒し走行中の自動車に轢かれて、まあ、死亡したと、まあ、いう事案ですね。でこれまで死の結果まで奇跡できるのかどうか、被告人にね、まあ、被告人当初ただの傷害だけで済むんだけど、因果関係が考慮されると傷害致死までいっちゃうのね。殺意がないから、まあ、殺人にはならないんですけどね。でそんな中で、3行目、最高裁は
被害者が逃走しようとして高速道路に侵入したことはそれ自体極めて危険な行為であるとしつつもですね、被害者は被告人から長時間激しく執拗な暴行を受け、被告人に対し極度の恐怖感を抱き必死に逃走を図る過程でとっさにそのような行動を選択したと考えられる。本件事実関係の下では被告人らの暴行から逃れる方法として著しく不自然不相当であったとは言えず、そうすると被害者が高速道路に侵入して死亡したのは、被告人らの暴行に起因するんだということで、これは死の結果を記載させておりますね。で補足、ちょっと理論面から補足すると次の2つ目のブロックです。補足すると本件では被害者の具体的な死の結果は被告人の行為だけでは発生しえず、被害者が高速道路に侵入して転倒すると、で、その結果車にはねられるというそういう介在事情が死因となった障害を発生させる直接的な、それが直接的な原因となってますから、このことから本件は間接型の事案になります。要はその当初の実行行為だけから絶対そのこういう結果は生じないんですよ。さっきの大阪難航事件とかビール瓶事件と違ってね、ビール瓶事件は当初の行為からも脳機能障害で死亡をさせるだけの行為やってるんでね、別にその結果が変更されてるわけじゃない、介在事情があってもその当初の実行行為から生じうる結果が変更されてるわけではないんですけど、本件はもう変更されてるんです、間違いなくね。その被告人が殴った行為から車で轢かれて死ぬっていうことは絶対起こりえないので、変更されてます結果がね、ですのでこれは明らかに間接型の事案になってきますね。で以上を踏まえて2段落目ですが、以上を踏まえて危険の現実化を検討すると、被害者が自動車に轢かれて死亡したのは被害者が高速道路に侵入して転倒したことが直接の原因となっているため、被害者の死の結果は被告人の暴行から直接発生しているわけではないと。でさっき間接型の一般的な話やりましたけど、要は基本現実化認められない方向になります。間接型の場合はやっぱその結果を生じさせるのがその介在事情が直接的な原因になってますので、基本的には現実化を認めない方向になってきます。ただし例外がありましたよね。その例外としては、要はその介在事情と被告人の行為が一定の関連性があることなんだと。そして関連性が認められるためには、具体的にはちょっと判例を類型化していくと、2つのものに分けられて、まず1つは被告人の行為が介在事情を誘引した事案、それからもう1つはね、後でやるトランク監禁事故死事件なんかが、そうなんですけど、その被告人の行為が介在事情を誘引したとまでは言えないんだけど、その介在事情によって結果が生ずるようなそういう危険を喪失、そういう設定をした場面を設定した、そういうの時があればですね、その被告人の行為とですね、その介在事情との関連性が認められて、で結果相まって被告人の行為と関連、介在事情が相まってその結果を生じたことが現実化していると言えるんじゃないか、そんな感じで評価されて因果関係が肯定されるんだということになってきますね。で本件どうですか、間接型認定できたじゃないですか。これどうです、被告人の行為がこういう介在、被害者自身の、こういうちょっと高速道路の中に入るっていう、介在事情を誘引したっていうふうに言えますかね。っていうと、これは担当試験でこれ後で面白い問題が出てますから、ちょっとこう友達同士で口喧嘩してなんかビンタ一発やっちゃったと、でそれで被害者の方が怒って踏切になんか飛び込んでそれで死んじゃったっていう事案ね、高速道路事故死事件に似てるんだけど、ちょっと友達同士で口喧嘩してさ一発引っ張られただけでそんなね警報が鳴ってる遮断機の中なんかくぐっていかないですよね普通はね。だけど本件の高速道路事故死事件の場合はやっぱもうこれぐらいのことしないと、もしかしたらこれ殺されちゃうかもしれないぐらいな、それぐらいの危機感を抱いていたんですよね。そうなっちゃうと高速道路の中に入っちゃうというのはかなり異常なことなのかもしれないけど、本件の事実関係のもとそんなに異常なこととも言えなくなっちゃうのね。高速道路の中にもう逃げ込まないとこの人もしかしたら被告人自身に殴られて殺されちゃうかもしれないと思ってたぐらいなんでね、そうなっちゃうとそういう介在事情を結局被告人の行為が誘引したというふうに評価できるんじゃないかと思うんですよね。でということで、誘引したというふうに評価できれば、危険の現実が肯定されるんじゃないかという話になってきますね。あとで担当試験の問題見てください。友達と口喧嘩して一発引っ張ビンタして、で遮断機の警報が鳴ってる踏切の中飛び込んでったっていう事案ね、あれはいくらなんでもやりすぎなんですよね。さすがに口喧嘩してさそれぐらいで遮断機の警報が鳴ってる踏切の中飛び込んでいかないと思うのでね。だけどこっちはちょっと高速道路の中入っちゃっても仕方がないな、被告人がそれを誘発しちゃったんだろうなっていうふうに思えるんですよね。そういうところで違いが出ておりますね。あとで担当の過去問を確認していきましょう。高速道路のこの事件そのまま出している担当の話もありますけどね、ちょっと事案ひねってくるときありますのでね、そういうときに自分でちゃんと直接型間接型のところを理解してね、その場で判断していくと。当たり前だけど論文試験なんか必ず判例の事案のまま絶対出しませんから、必ず自分でちゃんと考えないといけない、で適当に考えちゃいけない、ちゃんと直接型間接型踏まえてね、裁判員裁判にもちゃんと分かってもらえるようなね、要はそのブレない思考を展開しないといけないわけね。その場限りの判断じゃなくてね、ちゃんと毎回この事案を同じように判断したら同じ結論になるような、そういう的確な明確な理論構成を、していかなければいけないわけですね。さてで今度17ページ、スキューバダイビング事件ということになります。これ間接型で誘引型に分類できるものですね。被告人はこれ業務上過失致死罪の事案なんで、被告人の行為は過失行為なんですよ。
でそこをちょっとまず認定していきましょう。矢印のところです。被告人はスキューバダイビングの資格認定団体から認定を受けた潜水指導者として、潜水講習の受講生に対する潜水技術の指導業務に従事していたものであるが、この後ね過失行為を起こします。それはですね3行目のところですが、午後9時頃当時海中は夜間であることやそれまでの降雨のため、視界が悪くね海上では風速4メートル前後の風が吹き続けていた状況の中でスキューバダイビングの夜間潜水の講習指導中にですね夜間潜水の経験が浅い、要はもう夜中の海なんでねもう真っ暗で何も見えないんですが、夜間潜水の経験が浅い指導補助者や夜間潜水の経験がほとんどない受講生の動向に注意することなく不用意に移動して、で受講生たちのそばからね離れて見失ってしまったんですよね。でその当時、これがね結論としてこれが被告人の過失行為になります。実行行為になります。過失行為ね。でその後の海外事情なんですけど、当時、波が強く海上を移動することが困難であったため水中移動していた受講生の一人が水中移動中に空気を使い果たして、恐怖状態となりね、まあ、パニックになってしまって自ら適切な措置を取ることができないまま溺死してしまったと。でこれで被告人業務上過失致死でね、単なる致傷ではなくてね致死で、起訴されたと。死の結果に因果関係があるんだということで致死の方でね、起訴されたということになりますね。で最高裁はなんですけども、まずこれ結局この被害者自身がちょっと不適切な、ね、行為をしてしまった。被告人も確かに悪いところがあるんですけど、被害者自身がねちょっとこう海潜りすぎて、不適切な行為をしてそれでパニックになって死んでしまったので、被告人が見失ったって行為からやっぱ直接生じたというのはちょっと評価できないのでね、ちょっとこう被告人の行為から結果を見たときにやっぱ直接結びつかないんでね、ちょっと内容が変更されてるんだろうなと。見失ったからって言って必ずそのね溺死、パニックになって溺死するとは限らないのでね、まあ、これは間接型になってるんだというふうに言われてますね。ただ誘引してるでしょってことなんですよね。こんな不慣れなような人を真っ暗で周り何も見えない海にですね、こうほっぽらかしてしまったらね、不注意で見放してしまったらですね、それはこういうことになっちゃってもしょうがないだろうな。これまさに被害者不適切、確かにこうねうまく適切な処理ができないため、その亡くなられてしまったんですけど、そういう被害者自身の不適切な行為を被告人が誘引したっていうふうに言えるんじゃないか。被告人の実行行為たる過失行為がですね、この被害者の不適切な行為を誘引したと言えるんじゃないかということで、それで危険の現実化をね、まあ、肯定していくことが可能なんだということになるんですよね。ちなみに結果的に誘引して危険の現実化を肯定するっていうのは後付けの考えになるんですけど、この介在事情はそんなに異常なことでもないし、その介在事情があるにもかかわらずその当初の実行行為と結果との間見たときにね、そんなに異常なことでもないし、まあ寄与度もそんなに大きくないんだって形で事後的なちょっと評価をねするような感じになってきます。まあ、それは間接型だったってことが認定できるからなんですよね。で最後のブロックですね、補足するとってことですが、被害者の死の結果は直接的には被告人の行為から発生したのではなくね、指導補助者や受講生である被害者自身の不適切な行為からも発生していると。で4行5行ぐらいしたんでね、とこだけどちょっと線を引いておきました。まあ、不適切で危険な行為をまあ誘引したと評価できるんだと。こんなね、経験浅いような人をね真っ暗の何も見えないようなところの海にほっぱらかしていったらですね、こんなことになっちゃってもしょうがないだろうなということでね、まあ、誘引したと言える。でいうことでこれで危険の現実が肯定されやすいってことなんですよね。まあ、結果的な後付けになっちゃうけどね、こうなっちゃうとまあ介在事情もそんなに異常じゃないしね、寄与度も介在事情が結果に果たして寄与度も被告人の実行行為と比べると相対的にそれほど大きなものでもないんだとかね、そういう形で判断されることになってきます。さて、で今度18ページです。自動車トランク換金事故死事件というところになりますね。自動車トランク換金事故死事件、これは間接型で誘引型ではない事案っていうふうに学説の方で分類されてます。危険状況設定型、まあ、同じ間接型でもねちょっと誘引型ではないような形で、まあ、うまくね考えてますね。でこれ何のためにやってるかって言ったら、やっぱ裁判員にちゃんと分かってもらうためにね、学者の先生が頑張ってるんですよね。今ねものすごく刑法って議論が、まあ、進んでてね、そのどうやって現実か危険の現実かっていうのを判断するのかっていうのを一生懸命やっておりますね。でそんな中でこうねこれをこういうふうに類型していきましょうという形でやってます。何のためにやってるかってそこを分かってないとね、まあ、なんかこう真面目に勉強する気がなくなっちゃうと思うんだけど、これ必要があるからやってるんですね、この類型化っていうのはね。で答案もこれ分かってる人と分かってない人で当たり前だけど、文章の運び方が分かりやすさが全然違ってきちゃうからね、まあ、そういう点でしっかりと意識してほしいなと思うのね。でちょっと見ていきましょう。矢印のところですが、被告人は深夜被害者を自動車のトランク内に押し込んで監禁して、道路に自動車を停車させていたところ、時速約 60km で、ね、走行する前方不注視、これは、ね、要は過失行為です。この、被告人自身の行為じゃないんだけどね、被告人はまあ単に道路の、
その被害者をね車のトランクの中に監禁して、まあ、止めていただけなんでね、実行行為自体は監禁行為なんですよ。でその後介在事情で、まあ、夜中に後ろから車が走ってくるんだけど、その方前方不注視なのね。でこの結果ですね、その車を後ろから追突されてしまって、でトランク潰れてね中にいる人が死んでしまったっていう、まあ、そういう、まあ、事案なんですよね。でこれ介在事情がさ、まあ、要は他人の前方不注視っていう過失行為が入っちゃってるんだけど、別にこの被告人がこの脇見運転を誘発してるわけではないんですよ。間接型の事案なんだけど、別に被告人がその、ね、後ろから来た人の脇見運転を誘発したわけじゃなくて、この人最初からもう脇見運転してるんでね、ここのところ別に被告人が誘発してるわけではないんですよね。まあ、そんな感じで学者の先生はね、ここをまあどういうふうに説明したら裁判員にね、またこれと近いような事案が出たときに適切に因果関係を判断できるかなって分析した結果、これはまあ危険状況設定型って形で分けたらいいんじゃないかってことで、まあ、それで分けてるんですよね。この誘引、この前方不注視という過失行為をね直接誘引してるわけじゃないんでね、まあそんな感じで最高裁はってことですね、最高裁は被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしてもね、で別にこれ第三者のこの甚だしい過失行為は被告人が誘引したわけではありません。前方不注視っていうその、ね、第三者の、まあ、第三者はもうある意味刑事責任問われることになりますけどね実行行為性がありますから、過失行為としてね、だけどそれは別に被告人が誘引したわけじゃないんですよ。もともと前方不注視なんか、まあ、今風で言えばさ、スマホを見てたとかね、まあ、この事案ちょっと別にそういうわけじゃないですけど、まあ、脇見運転はしてたわけなんですよね、被告人が。いやなんか関わってなくてもね、でもですね、としても道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した本件監禁行為と、これ自己行為です、本件監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係が肯定できるんだってことで、まあ、単なる監禁罪あるいは監禁致傷罪にとどめず、監禁致死罪までね、逮捕監禁致死罪まで、認めているということで、死の結果を帰席させているということになりますね。でちょっと理論面で補足します、次のところですが、補足すると被害者の死の結果は直接的には被告人の監禁行為によるものではなく、前方不注視という第三者の甚だしいね、著しい過失行為から発生しているため、まず間接型の事案になります。監禁行為から潰れて死んじゃうっていう結果は発生しないから、実行行為とねその結果見た時にやっぱ内容変更されてるから、これ直接型の事案ではないのね。まずそういう分析をちゃんとできるようにしておいてください。結果がこう内容変更されてると、この実行行為から直接こういう内容の結果は生じないなってなったら、それはもう直接型じゃありませんからね。さっきの大阪南港事件とかビール瓶致傷事件みたいにね、例えば大阪南港だったらもう最初からもう脳出血を起こしてね、死因となる脳出血を起こして、でビール瓶致傷事件だったらその死因となる脳機能障害を起こしてるんですよ、もともと第一行為でね。でもそういう事案ではないんです。でその時点でも直接型にはなんないんですね。でやると裁判員裁判も分かりやすいんですよ、ね、そういうふうに言うとね、分かりやすいでしょ。でなんか場当たり的な判断になりませんよね。でそんな感じでもう一回ね、この3行目、また本件は被告人が第三者の前方不注視という過失行為を誘引したわけではないので、高速道路侵入事故死事件のようなね、間接型のうち誘引型の事例とはまあ異なるんだというふうに分析することが可能ですね。もっとも、車のトランクは衝突の際にね衝撃を吸収するために潰れやすい構造となっており、そのようなトランク内に被告人が被害者を閉じ込めて夜間の道路に停車したことはね、第三者の前方不注視という介在事情からね、被害者の死亡の結果を発生させる危険を設定したものといえるということで、まあ、結果の危険の現実化をまあ肯定しているんだってことになりますね。これやっぱ事案が変わると誘引型になる可能性もあります。まあ、本件は常にほらそこら辺走ってる車が前方不注視をやってるわけではないじゃないですか。ではその第三者の過失行為って常にあるわけではないですよね。普通は車運転する人ってちゃんと運転してるのが前提ですからね、そこのところがまあ前提になってます。なので場合によってはその第三者の過失行為を本当に誘引するような事情もありえなくはないんですよ、事案が変わって。例えばですよ、もう随分羽根の事案と変わっちゃうけど、こうものすごいさ、こう上り坂で急な上り坂で頂点に上がったところで急な下り坂になってるとしますよね。でそこでまあこういう時は普通速度規制がされてるからね、まあ、私がこれから喋るようなことにはなんないと思うんだけど、仮に速度制限の標識が50キロになってると、そうすると、まあ、上り坂を上がる時にものすごい50キロのスピードでバーッと上がってきますよね。でその先もよく見ないのにとりあえず50キロの、まあ、標識がついてるから、まあ、50キロで降りた行ったんだとしたら、でそのちょうどねその頂点のすぐ降りた直後に、ね、まあ、車が止まってたと。でしかもそのもう一車線、その片側一車線じゃなくてもう両方合わせて一車線しかないとなった場合ね、一方通行かなんかの道でね、そうなるともう車の避け場がないと。そうなっちゃうとさすがにそのね、第三者の行為を被告人が誘発したと、そんな状況で車止めてしまったらね、それはちょっと誘発したっていうふうに、まあ、めったにこんなね、今私が言った前提事実でも普通はないと思うんでめったに起こらないと思うんですけど、まあ、そういう場合は誘引型、間接型でも誘引型ってことになるんでしょう。で、まあ、本件の場合ね、まあ、普通は車の運転する人っていうのはちゃんと全館注意義務を持ってですね、きちんと運転してるはずなのでね、常に前方不注視でいるわけではありませんから、まあ、被告人の行為がちょっとその前方不注視を誘引したっていうのはちょっとおかしいでしょう。
という形で、まあ、普通は考えていきますね。でも事情が変わってね、まあ、どう考えてもこの、この第三者の行為を被告人が煽っちゃってるなってことになると、それは誘引型ってことにもなってきますね。まあ、そんな感じでちょっと臨機応変に、ね、考えられるようにしておいてもらえればと思いますね。まあ、そんな感じでこれ危険の現実化を肯定しています。であとは、ね、最後ちょっと確認なんですけど、19ページ、これちょっと簡単に確認しておきます。あの不作違反の因果関係はちょっと今までと違う判断枠組みを取っております。でこれまあちょっと今日後で、ね、やる担当に出てくるんでちょっと簡単に確認していきます。括弧1、不作違反の因果関係の前提となる条件関係というところを見てください。で1個目のブロックです。作違反の成立に必要な因果関係の判断の前提となる条件関係は、さっき言った通りね、あれなければこれなしという公式でまあ判断しますが、不作違反の場合は当たり前ですけどね、2行目から3行目、その当該不作為を取り除いたとしても同じ結果が発生するわけなんですよ、不作違反の場合は。ね、何もしないっていうことでしょ、不作違反って。だから別にその不作為がなくても結局同じ結果が発生することになっちゃうの。だからあれなければこれなしで判断する意味がないんですよね。なので不作違反の場合、ちょっと独自の判断枠組みをね、あの使っていくことになってきます。で結論としてはね、この5行目のところですけど、まず条件関係の判断の仕方が違って、期待された作為がされていれば結果が発生しなかった、要はあれあればこれなしっていうね、あの公式で判断するのね、作為犯の場合はね、結果取り除いても同じ結果発生するんだから、あれなければこれなしで判断してもすることに全く意味がありませんからね。そこで期待された作為がされたとしたらね、その結果が発生しなかったという、要はあれあればこれなしっていう条件関係で判断することになってきます。でこの1個目の中のところですけど、期待された作為がされていれば結果が発生しなかったと言える関係が十中八九ほぼ確実に認められれば、不作為犯の因果関係の判断の基礎となる条件関係が認められると。判例の表現ですね、十中八九っていうのはね、程度問題です。でもう一つ、この中のとこだけど、十中八九ってあの甘く見ないでくださいよ、ほぼ確実にっていう意味だからね。それは当たり前です。被告人を刑事責任問うぐらいの、まあ、ものなんですからね。そんな あったんだ、その結果が発生したんだかしないんだかよく分かんないような、ね、ことぐらいで有罪認定できませんからね。ここはもうほぼ確実にっていうニュアンスなんで、あの適当に判断しないように、してくださいね。で、それをね、今度法的因果関係と結びつけるんです。今ね、単なる条件関係の話なんですよ。実質的因果関係の話。で、通説は条件関係だけで判断しませんからね。第一審査で条件関係があるっていうことが判断された後に、今度第二審査で法的因果関係の審査をしますので、それが2つ目のブロックです。危険の現実化説からはね、その条件関係が認定されたことを前提に、期待された作為がされていれば当該結果が発生しなかったという条件関係が十中八九認められてですね。で、この後が法的因果関係の話なんですけど、3行目です。要は条件関係があることを前提に、当該不作為ですね。まあ作為違反ってことになりますけど、に含まれる危険が現に発生した結果として現実化したと言えれば、まあ、因果関係を肯定するんだということになってきます。だから法的因果関係の判断枠組みは一緒なんですよね、ここのところはね。だから結局特殊性は条件関係のところにあります。不作為違反の、ね、因果関係を判断する際の特殊性は条件関係の内容が違ってくるんだっていうところが特殊性になります。で下の司法試験の22年の取材主の抜粋を見てください。これが特殊性です。公の不作為と部員の死亡という結果との間の因果関係について、不作為違反の特殊性を踏まえつつってなってますよね。この特殊性というのはあの条件関係のところね、法的因果関係のところはあの不作為違反と同じなんですよ結局ね。なのでこの条件関係のところをちょっと特殊性を踏まえてね、あれあればこれなしという公式でね、十中八九認められるかどうかという程度問題まで、まあ、含めてやるんだったらね、判断していくんだということになってきますね。でここね、もうちょっと論文試験に役に立つような形でね、まあ、今日あのやる担当試験はこれぐらいの知識で解けるんですけど、まあ、今後のためにちょっと20ページご紹介していきます。不作違反の因果関係に関する、まあ、判例のポイントね、まあ、後で27年の1問目やるんで、まあ、これちょっと出てきますけど、丸1、不作違反の因果関係が肯定されるためにはですね、まずあの条件関係ね、期待された作為がされていれば結果が発生しなかったといえる条件関係、これをまず第一にまず認定しなければいけません。そして、丸2です。期待された作為がされていた場合にその結果が発生しなかったといえる、今度ね程度問題になります。だから条件関係の本質的な本体のところは丸1で終わりなんですよね。で問題はそのあれあればこれなしっている関係がどの程度、まあ、認められればね、この条件関係を認定してるのかいいのかっていう、その程度問題に過ぎないんですけど、それが丸2になります。でそれが 100% と言えるまではまでは要求されず、まあ、十中八九ね。でもただこれほぼ確実にっていう意味だからね、そこは気をつけてください。要は 100% のものを要求しちゃうと、それって裁判で絶対立証できないんですよ。そんな自然科学的にね、その神様でもないのに、そんな 100% を絶対それが起こるんだってことは誰もね、そんなことは分かんないからね。万が一ってことがありますから、1万分の1で万が一ってこともありますから、まあ、100% なんてなかなか判断できないわけなんですよね。そうなっちゃうと、その因果関係否定されてしまってね、本当は因果関係認めるべきような事案なのに因果関係が否定されてしまって、それはそれでやっぱ奇跡の範囲が適正化されてるわけじゃないから、やっぱ法良くないんですよね。まあ、そんな感じで十中八九っていう言葉を使ってます。
論文試験で時間がないときは丸1は絶対書くんです。この条件関係の公式書かないで因果関係は絶対認定できないから丸1は絶対書きます。で丸2は場合によっては書かなくても合格はできますね。これ程度問題なんでね、ここ書かなくても丸1のところであれあればこれなしさえちゃんと具体的に判断できれば合格は可能です。でもさらにこの程度問題で丸2のところを踏み込むと、あ、この人は判例をよく勉強してるなって思われますね、そこのところね。丸1がすごく大事になります。圧倒的に大事になりますね。で最後ね、まず丸1であれあればこれなしっていう条件関係がに、まずねあって、でその程度がちゃんと十中八九丸2のところで認められてですね、で最後丸3、これが担当でまあたまに出るんですけど刑事訴訟法的な話になっちゃうんですが、その丸1の条件関係が丸2十中八九言えるという程度に証明できればね、要は、これ証明の話になっちゃうんですけど、そういう不作違反の条件関係の存在が合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められね、それで要は因果関係の存在を証明、証明というのは要は裁判所が事実認定するということなんですけど、まあ、合理的な疑いを超える程度に確実であることが、ね、認められて、それで因果関係が事実認定できるんだということになってきます。で担当試験ね、この上にプレ試験の16問とこれから今日やる27年の1問目 あるんですけど、この3つを、ね、順番に出してくれないんですよね。なんかバラバラにこう出してくるから、あ、この問題ってどこのところを聞いてるんだってことが分かってないと結構正確に判断できないんですよね。なんでこれちゃんとね、この丸1から丸3に流れてくるんだと。で特に丸1がすごく大事で、丸には、まあ、まあまあ大事で、丸3も完全に刑事訴訟法の話で、これも担当で出るんですよ。この 丸3まで出ますので、刑法の担当試験でね。なんでちゃんとこの流れは分かっておいてほしいなというふうに思いますね。あと最後の一番下のブロックのところなんですけど、おまけ、今十中八九って言葉出ましたよね。これね、たまたま不作違反のところだから因果関係の公費がすごく争点になりやすいんでね、裁判所が丁寧に、まあ、判断して、くれてね、その際に十中八九って言葉使ってくれてるんですけど、ほぼ確実にっていうその事実認定の方法の仕方っていうのは作違反の時でも同じなんですよ。ただ、まあ、当たり前すぎてね、作違反の時はあまりそんな問題にならないから、当たり前すぎて十中八九って言葉は使わないんですけど、作違反の場合も一緒ですのでね、20ページの最後の、段落見てください。調査官解説なんですけど、不作違反のね、因果関係の損否が問題となった重要基本判例であります平成元年12月15日の調査官解説にはですね、不作違反の実行行為にあたる不作為と結果性との間の因果関係が認めるために要求される条件関係の程度が十中八九であるということは、作為違反における実行行為と結果性との間の因果関係が認めるために要求される条件関係の程度にも妥当だということが書かれておりますね。だからそうなると、ほら、その上のさ、ポイント丸1から丸3、やっぱ丸1がすごく大事というのが圧倒的に大事だというのが分かりますよね。そんな感じのところになります。だから論文試験の時に絶対落としちゃいけないの、丸1は。丸2は落としても合否には影響ないんですよ、このところね。ただそれを書くと、あ、まあ不作違反の時に判例は丁寧に条件関係認定してるから、まあ、判例を踏まえてなんか答案書いてくれてるんだなってことが、まあ、採点する人に伝わってね、でちょっといい点数もらえるんじゃないかと思うんですけど、でも圧倒的に丸1が大事なのね、ここの不作違反論文書く時はね。で担当試験は全部聞かれます。でバラバラに聞かれるから、どこの問題聞かれてるのかってことはちゃんと把握するのが大事になりますね。じゃあそんな感じでね、ちょっとこれから担当の過去問を最後やって確認して終わりにしましょう。5問、これからね、直近の問題遡って5年分やっていきます。ではまず21ページのところですね、担当試験の過去問、これ論文の役にも立ちますからね。今まで今日学んだその法的な判断枠組みをこれから事案に即してまあただ使っていくだけなんですよ。だ論文の時にまあ必要な思考方法でもありますのでね、これを十分ちょっと確認していきましょう。で、まずね、この21ページのところなんですけど、令和元年のやつだけ私が今日この授業用にね、ちょっとまだレック の原稿がなかったんで、私が解説作ってます。であとはレックの原稿は、まあ、私一切関わってないんでね、スタッフさんが作ってるんですけど、ちょっと誤植があってね、私がちょっと誤植発見したんでここ書いてきました。21ページの、2つ目のブロック、なおこの後の問題3として掲載した予備試験の平成29年度の足4の解説の中で6行目にね、恋の二重評価ってあるんですけど、これ後でね、死の二重評価っていうふうにやっといてください。まあ、ここ見て後でね、今やんなくていいですけど、まあ、死の二重評価っていうふうにやっといてください。まあ、後でね、その時ちょっと確認します。さて、じゃあちょっと問題見ていきましょう。22ページ見てください。これ令和元年の問題になります。令和元年の問題ですね。で、まあ、地方試験の方の問題番号だと5問目なんですけど、予備試験共通問題です。で司法試験の、ね、ちょっと問題番号を挙げておきました。で配点3で、配点3ってなったら、ね、これもう絶対落とせませんよね。今担当試験もちゃんと取っておかないと、もう、ね、予備試験でも司法試験でももう3点なんで問題絶対落とせませんから、確実に取っておかないと、ね、いけませんね。まあ、そんな感じで、次の、まあ、各見解と後期の各事例を前提として、後期 A から A までの各記述を検討し、正しい場合には1、誤っている場合には2を選びなさいと。で今日学んだなんだことをちゃんと頭に入っている人は、ね、もう余裕です。この問題は本当に何の難しいところもありません。じゃあちょっと見ていきましょう。まず見解、A、これね、
相当因果関係説の多分これ折衷説っぽいですよね。ちょっと見ていこう。 A のとこ、行為当時客観的に存在した全ての事情、ね、これ要は相当性判断の基礎事情にどんなものを入れられるかって話なんですけど、行為時に、行為当時客観的に存在した全ての事情と、あ、行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情ってことになるのか。そうするとこれあれだね、折衷説じゃなくてあの客観説に近いのかな。 A のね、さっきの前田先生の見解がどうのこうのって言った客観説に近い感じがしますよね。ただいずれにしろこの基礎事情をね、あの、まあ、ここに書いてあるんで、これ即してね、あのその後事例当てはめしていくんですよね。で、今度 B 説、あ、これが折衷説っぽいですね。ちょっと見てください。一般人が認識予見できてであろう事情と、行為者が、これほらに行為者の方はさ、認識可能性じゃなくて現に認識していたとか現に予見していたっていうのが必要だよって話しましたよね、折衷説の時に。でそういう内容になってますよね。行為者が認識予見していた事情ね、こっちは可能性じゃダメなんですよね。なのでこれはあの相当因果関係説の折衷説っぽいですね。でそんな中で行為者が認識予見していた事情を判断の基礎とし、その行為から結果が発生することが相当、相当 A 説と B 説ともにね、2行目に相当って書いてあるから、これは相当因果関係説なんですよ。相当であると認められる場合に因果関係を肯定すると。で C 説、これ危険の現実化説っぽいですよ。どうですか皆さん、行為の危険性が結果へと現実化、ね、まあ、この時点でなんかそれっぽいですよね。まあ現実化したと言える場合には因果関係を肯定すると。で行為の危険性は行為時に存在したもう全事情ね、まあ、ちなみにあの介在事情がある事案ではね、その介在事情も全部入れていくんですけど、まあ、今回あの介在事情がない事案なんで、あのこれで事例が処理できるようになってますね。まあ、規範も事案の処理に必要な限度でしかね、上げてないってことなんでしょうね。でこの後ね、ちょっと事例、あ、でこの後記述をも見ちゃいましょうか。甲の行為と乙の死亡との間の因果関係についてはまず、その最後の方の記述の青を見てください。これ今一緒に考えていきましょう。1の事例で、行為当時乙は特殊な病気により脳組織が脆弱、今日はあのちょっと判例ご紹介してます。あの脳梅毒で、ね、脳組織がもう崩壊しやすいような人だったんですけど、乙が、そのね、もう一回1の事例で、行為当時乙は特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず、甲も現実に認識していなかったんだ、そんな事案ですよね。でこれであの上の各見解から、ね、因果関係が肯定されるかどうかっていうのはあの聞いてるんですよね。で事例1をちょっと確認してください。その上、事例1、甲は今日ご紹介した判例に似てると思います。甲はオツの顔面を試験で一回殴打し、そのオーダーではほらそれだけでは一般人を、ね、この死亡させるほどの強さではなかったんですよね。ただこの方たまたま、あの、まあ、多分脳梅毒、判例の事案で言えば脳梅毒で、ね、脳組織がちょっと崩壊しやすい方だったんですけど、オツはもともと特殊な病気により脳組織が脆弱で、これはあの行為後の介在事情はないですよね。行為時に存在した特殊事情ということになりますけど、特殊な病気により脳組織が脆弱となっており、ね、その1回の殴打で脳組織が崩壊し、その結果オツが死亡したんだということになってきますね。でそんな中でもう1回記述あのところを見てください。でこれで自分で考えていくんですけども、1行目の終わりから2行目にかけて、この今の特殊事情を一般人がまず認識できなかった、で、こうも認識していなかったっていうことになるとね、その上見てください。まず A 説からどうなりますかね。 A 説ね、この一般人も認識できない、で、こうも認識していないってことになってくると、まず A 説、これ認識の有無にかかわらず、あの客観的に存在した全ての事情を基礎事情に入れちゃうから、まあ、要は脳組織の崩壊しやすい人を、ね、殴って脳組織を崩壊させて死亡したってことになっちゃうから、 A 説からだとあのこう因果関係認められるようになると思うんですよね。で B 説の方ですけど、 B 説からするとこれ基礎事情に入れられなくなりますね。要は死亡しないぐらいの暴行をしたっていうことしか考えちゃいけないんですよ。死亡しない程度のまあ、ね、殴って暴行して、でそれで脳組織崩壊で死んだったら、それ境数年上相当じゃないので、この B 説からしたら因果関係が否定だということになると思いますね。で C 説どうですか。危険の現実化は一番分かりやすいですよね。もう行為時に存在した全事情も入れちゃうから、さっきあのちょっと判例説明するときに言ってますけど、もうちょっと殴ったら脳組織が崩壊しやすいような人にね、殴って脳組織崩壊で死亡させたってことになるから、これは危険の現実化がね肯定されやすいんじゃないかっていうふうになってくるんですよね。まあ、そんな感じになるんじゃないですか。まあ、これがあの足になりますね。というわけで一応あの答えね、あの書いておきましたけど、私なりのちょっと文、ちょっと1問目なんで丁寧に少し書いておきましたけど、24ページ足の穴のところになります。まあ、いちいちあの読まないですけど、今みたいにね私が喋ったような感じであのちょっとこう考えていってもらえればと思いますね。じゃあ今度22ページの足の意を見ていきましょう。22ページの意のとこですね。で同じく、1の事例でですね、行為当時オツは特殊な病気により脳組織が脆弱となっていることを一般人は認識できず、でこうも認識していなかったが、こうはこれを認識できた、現実の、あ、これだから現実の認識がないんですよね。こうが単なる認識可能性があったに過ぎないようなやつなんですよ。でこれさっき授業中にお話してますけど、単に認識可能性が、ね、あるに過ぎないような時は B 説見てください。ここからダメになりますよね。
行為者の主観的な事情としては現に認識予見していた事情じゃないと、それぐらいの事情じゃないとね、やっぱ規制の範囲適正化するためにですね、起訴事由に入れられないっていう見解なんでね、単なるこの認識予見の可能性、認識の可能性だけでは起訴事由に入れられないんですよ。で、足のいいはさ、一般人が認識できずってなっちゃってるから、まあ、その点で B 説からしたらもう絶対因果関係認められないことになりますよね。この脳組織脆弱っていう起訴事情が判断の基礎にできないことになりますのでね、この特殊事情入れられないことになりますので、B 説からは因果関係が肯定されないということになってくると思いますね。まあ、そんな感じですごくね、ここだから相当因果関係図分かってると、あ、ここ認識可能性の話だ、本人のね、この行為者の認識可能性の話だ、あ、これは引っ掛けだなと、おそらくこの折衷説のところで間違えさせようとしてるなというところでね、気づくんですよね、あれが頭入ってるとね。さて、今度23ページね、あ、で詳しい解説は私の文章次のページ以下のところ書いてありますんでね、まあ、とりあえず今ポイントだけご説明していきます。23ページのところでうのところですけど、2の事例 で2の事例先見ちゃいましょうか。2の事例、これはビール瓶 の事件に似てますよ。脳機能障害のちょっと見ていこうかな。事例2、コウはオツの首をナイフで突き刺し、まあ、事件はビール瓶で刺したんだけどね、割れたビール瓶で刺したんだけど、まあ、首刺したところに似てますね。で、直ちに治療しなければ数時間のうちに死亡するほどの出血をきたす障害をさせたと、まあ、事件と似てます。で、オツは直ちに病院で適切な治療を受け、一体ね、この一旦容体は安定したんだけど、その後医師の指示に従わずに安静に努めなかったため、治療の効果が減衰され、前期障害に基づき死亡したと、まあ、ビール瓶の事件にすごく似てるんだと思いますね。で、そんな感じで23ページのね、うの足見てもらいたいんですけど、2の事例で、行為当時、オツが治療を受けた後、医師の指示に従わず安静に努めなくなること、これが要は介在事情ですね、行為後の、まあ、介在事情ということになるんですけど、2行目、一般人は予見できなかったってなってるから、この時点で前のページの A 説ですね、介在事情に関してはね、これ行為時の特殊事情じゃないから気をつけてくださいよ。だから A 説ちょっと見てもらいたいんですけど、行為当時に客観的に存在した全ての事情にはこれ入りませんからね、行為後の事情だからね、介在事情になりますから。そうすると、A 説、介在事情に関してはどう書いてありますっていうと、 A 説の1行目の終わりの方ですが、行為後に生じた事情のうち一般人が予見できた事情だけを相当性の判断に入れられるんですよ。で、そうするとまたこのうの足戻ってもらいたいんですけど、行為当時オツが治療を受けたと医師の指示な、この特殊事情ね、ちょっと読むの長いんで2行目からいきますけど、この特殊事情、一般人が予見できなかったっていうことになるので、これはちょっと基礎事情にも入れられないんだっていうことになってきますよね。で、さらに、このこうは予見していた、これ現実に予見していたということになりますので、こちらね、現実に予見した場合って、この前のページで言うと B 説か、この B 説からは基礎事情に入れられるんだということね、になりますよね。逆に言うと、この甲が予見していたっていうことは B 説以外は別にあんまり関係ないんだってことになってくるんでしょうね。で、そうすると B の見解からはまあ肯定され、 A、C の見解からはまあ否定されるってことになってるんですけど、もう B 説から絶対無理ですよね。甲は予見して、あ、そうか、 B 説から OK ってことなんだよね。だから B 説から肯定されるってところはまあ OK ですね。で、そうすると、ダメそうなのは、明らかにダメそうなのは、一般人が予見できなかったっていうことになった時点で、 A 説からは結構難しい方向になってくる可能性は出てくるんじゃないかというふうに思うんですよね。なんで、ここのところがちょっとおかしい感じがしますよね。というわけで、まあ、ちょっとこうね、前のページの見解とこの事実関係をよく照らし合わせながらね、この場合どうだったのかなというところをね、ちょっと丁寧にこう見ていくような感じになってくるんじゃないかというふうに思いますね。あとね、典型的に分かりやすいのは C 説からか、C 説の見解から否定されるってなってますよね。危険の現実化で、危険の現実化は一応介在事情があるときもそれ全部まあ入れちゃいますのでね、まあそういうときにね、ちょっとそれを含めて判断したときにどうなるかって話なんですけど、ちょっと事例2をもう一回見てください。甲はオツの首をナイフで突き刺し、直ちに治療しなければ数時間のうちにも死亡するぐらいのそういう出血の、ね、障害を負わせてますよね。で、結局最終的にその最後の3行目の終わりから4行目にかけて、その前期障害に基づいて死亡したってなってるから、これ明らかに危険の現実化説を取った場合、直接型の事案になっちゃうんですよ。介在事情がその当初の実行行為から生じうる結果の内容を変更していませんので、これ完全に直接型の事案ですよね。ね、死の内容を変更してませんよね、結果の内容ね。ですので、危険の現実化説からしたら、これ明らかに因果関係を肯定される事案になりますので、ね、そうするとこの足の裏のところを見てもらいたいんですけど、C 説からはまあ否定されるところがおかしいんだと思いますね。ちなみにね、
中説からすると一般人が予見できなかったからこの介在事情基礎事情には入れられないんですけども、だけどそれでもね、最高裁の因果関係、相当因果関係説と違って、これ今学説の話、これ理論問題聞かれて判例がどうのこうのって聞かれてないから学説で考えるんですよ。なんでこの特殊事情は確かに基礎事情に入れられないんだけど、でも折衷説からでもね、そのやっぱその当初の実行行為から結果が発生したことが相当かどうかってところは見るんで、そうするとその相当因果関係説の折衷から説からでも因果関係肯定は可能なんだと思うんですよね。最高裁の立場からするとこれ基礎事情に入れられちゃうとね、もしかしたらその後の因果関係の流れが証明できないとね、因果関係最終的に否定される可能性が出てくるんですけど、これ別に判例のこと聞かれてないんでね、これ純粋に理論問題です。担当試験の問題見てるとね、表題のところで判例を聞くときはちゃんと判例って言葉が入ってるんですけど、これ判例って入ってないから判例の相当因果関係説でやんない方がいいと思いますね。まあ、学説の折衷説で、一応因果関係のね、この特殊事情基礎事情に入れないとしても、まあ、当初の、やっぱりこの実行行為から結果が発生することが相当かどうかっていうような判断をすることになりますから、まあ、そうするとね、この直接型の事例で結果的に言えば相当因果関係説の折衷説からしてね、基礎事情に入れなかったとしても多分相当っていう判断がされる可能性が出てきますね。まあ、そんな感じでも特に分かりやすいのはこの右の足はやっぱ危険の現実仮説からは、絶対ね、これ因果関係肯定されるのが明らかなのにこれ否定されるってなってるからね、直接型の事例で分析できたらこれ絶対ここのところはおかしいって分かりますから、これ間違った足だって認定できると思いますね。あと今度最後3、絵の足ですけど、3の事例ではね、でこれが大阪難航事件のひねりの問題です。大阪難航事件微妙に変えた事案なんですよ。ちょっと事例3見てください。甲は路上でオスの頭部を激しく殴打で直ちに治療しなければ1日後に死亡するほどの脳出血を伴う障害ね。ここまでは大阪難航事件と一緒だけど、その後ね、この被害者放置されて、まあ3行目のところだけど全く無関係の通行人がオスの腹部をね多数か決定で内臓破裂で、結果内臓破裂で死亡なんですよ。なのでこれ当初のさ、脳出血を起こさせるような被告人の実行行為の危険が現実化したっていうふうに言えないじゃないですか。だからこれ直接型じゃなくて間接型なんですよ。で間接型の場合、ほらさっきの話を思い出してください。原則因果関係否定ですよね。だけど例外的に一定の関連性があればいい。でその関連性の判断の仕方としては具体的に2つの方法があって、誘因あるいは危険設定ですよね。でこれもう危険設定もちょっとあるとは言い切れないと思うんですよ。だってこんな無関係の通行人の人がさ、こんな倒れて意識のないような人を腹お腹蹴るわけないじゃないですか。だからこれもちょっと危険設定したと言いにくいからね。誘因ももちろんしてないしね。だからこれちょっと危険の現実仮説から言ったら因果関係はこの事案否定されますよね。大阪難航事件の事案と似てるんだけど、こっちの事案は大阪難航事件の結論と違って逆の結論、因果関係否定になると思いますね。まあそんな感じですね。あと、絵の足見てほしいんですけど、3の事例で行為当時オツが通行人に蹴られることを一般人は予見できずですね。一般人が予見してない段階で、ちょっと危険の現実仮説からも話を終わりにして、相当因果関係説なんですけど、 A 説からは基礎事情に入れられませんね。で、こうも現実にやっぱ予見していなかったみたいなんで、 B 説からもお腹蹴った、誰かがねお腹蹴ったっていう事情を基礎事情に入れられませんから、例えばその当初のね頭殴った行為から内臓破裂で死ぬってことは社会通念上相当とは言えないから、相当因果関係説のどの見解をとってもこういう事実関係、絵の足にあるような事実関係があったんだとしたら因果関係が否定だってことになってくるんだと思います。そうすると絵の足、結局どの見解立っても否定されるっていうことでね、あ、これ正しいなという形になると思いますね。というわけで、正解はあれかな、あが正しい足、で、いとうの足が間違った足で、の足が正しい足って感じになると思いますね。というわけで1問目なんでちょっと丁寧にやらせていただきました。で、これが頭入ってるとね、もう簡単ですよ。残りの問題はもうさーっと問題文見てやっていきます。で、ここから次のページ見てください。ここからどんどん遡ってねやっていきますけど、今度平成30年のねちょっと19問目やっていきましょう。で、ここから先は解説は私が作ってないので、私は保証ができません。ですので、ここから先は解説ではなくて問題文だけ見て、今日私が教えた知識でね、その場で事例を処理していきましょう。解説に書いてあることは必ずしも私の考えと合ってるとは限りませんのでね、作ってる人が別で、私も別にねそこのところ関わってませんので、私なりの解説をこれからしていきます。じゃあ問題文だけ見ていきますね。まず、次の見解に従って後期の事例、および、ね、各記述を検討した場合、事例よりも逮捕監禁行為と死亡との間の因果関係を肯定する判断に結びつきやすいものは、ね、どれなのかということが聞かれてますね。要はトランク監禁事故死事件のなんか近い事案がここで出ております。で、見解です。因果関係の損否は行為の危険性が結果に現実化したものと評価できるかどうかで判断すべきと。で、その評価にあたっては、ね、介在事情の異常性、結果への寄与度を考慮すべきということになってますね。一般的な見解ですね。で、これを直接型間接型意識してやると、場当たり的な判断をせずにね、常に安定した同じ事案であれば因果関係の行為が必ず同じようになるようになります。で、事例見ていきましょう。
A は普通乗用自動車の後部のトランク内に V を押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし、 A 車を発進、走行させた後ね、市街地の路上で停車させたと。で、 A 車の停車場所は片側一車線のほぼ直線の道路で、そこで別の車がね、 X 車がまあ走行してきたけど、 X は前方不注視、脇見運転のため、A 車の後部に真後ろから X 車を追突させたと。で、これによって、まあ、同トランクに閉じ込められた V は障害を負いね、救助が得られないままその障害で死亡したと。まあ、ほぼ先ほどのね、トランク事件に近いような事案を出しておりますね。で、記述1を見てください。これ因果関係肯定する方向に結びやすい足を、ね、選べっていうふうに言われてますので、じゃあ見ていきましょう。1の足、上記事例において仮に A 社の停車場所が片側三車線道路の道路端に、ね、設けられた、しかも路上駐車場、車止めていいところに、まあ、止めていたと、路上駐車場に、ね、止めていたという場合があったんだとしたら、これって因果関係肯定する方向に働く活動と逆ですよね。まさにその危険の設定を否定する方向に働きますので、これ因果関係否定する方向に働くと思います。なのでこれは結びやすい足とは言えないので、まあ、この足は選びませんね。で、足の2です。今度、上記事例において仮に A が A 社後部のトランク内に V を押し込み、トランクカバーを閉める際に、ここをよく見てください。同カバーを V に強く打ち付ける暴行を加えてね、で、要はトランクって手でできてますよね、車のトランクって。あれを閉めるときに思いっきりそれでなんか頭ぶつけちゃったんでしょうね。それを加えて V に重度の障害を負わせ、その結果 X 車の追突時には V がすでに瀕死の状態、もうすでにね、トランク閉めるときにそれでもうやっちゃってるんですよ。その瀕死の状態にしちゃってる。で、そんな中で X 車の追突により同障害が悪化して、で、V の死期が幾分早まった場合、これって一気に事例変わりますよね。これ大阪難航事件の方に近づいちゃうんですよ。第二行為が幾分死を早めたとしても当初の危険が現実化したと言えるっていう大阪難航事件直接型の事案になっちゃうんですよね、これだとね。だからこの事情があると因果関係肯定する方向に結びつきやすいので、これが正解になります。これが正解ですね。これ事案がこう変わっちゃうとね、完全に大阪難航事件になっちゃうのね、直接型の事案になっちゃうんですよね。で、一応3番目の足もまあ確認しておきますとね、上記事例において仮に V が X 社の追突直後、通行人の通報により臨場した救急車で、ね、病院搬送されたけど、同病院の医師の重大な医療過誤、医師の医療過誤はしょうがないかもしれないですよ、たまには。でも重大はまずいでしょ、ね、単なる過失じゃなくて重過失となると、これは因果関係判断のちょっとこう肯定する方向とは逆の方向に行く事情になってくると思うんですよね。介在事情が非常に大きい事案、まあ、要は完全に間接型だしね、この重大な医療過誤で死んじゃったら死因の内容もしかしたら変わっちゃうかもしれないしね、ここのところかなりこう大きいことになっちゃうからね、これ因果関係否定の方向になってくるんじゃないかってなりますね。結論的に否定されるかどうかは別です。これ曖昧な聞き方されてますからね、因果関係を肯定する判断に結びつきやすいものはね、だから結論として、まあ、この3番目の足でもね、あっても因果関係肯定されちゃう可能性あるんですけど、でもまあ否定する方向には働きますよね。そんな感じです。ファジーな感じね、非常に曖昧なことを聞いてるのね。でも故にちゃんと理屈が分かってないと、場当たり的な判断してその日の気分によって結論分かれちゃうんですよね。こういうファジーな曖昧な事案出された時こそ、本当に分かってる人じゃないと安定して正解できないんですよ。で、4番目の足、その事例においてね、仮に X が A 社後部のトランク内に V が閉じ込められていることを知っており、 V を殺害する目的であえてね、後ろから車で追突させちゃったっていうことになると、これもちょっとね、介在時あまりに異常なんで、ちょっとその当社の車止めたって行為から直接発生したとは言えないよね。そもそも車止めていいとこ止めてた事案ですからね。だからこれ間接型なんだと思いますね。で、しかもちょっとこれ、この被告人が危険設定したとは言えないですよね。誘引したとも言えないし、危険設定したとも言えないから、まあ、間接型でも因果関係否定って方向になってきますよね。それから5の足、そのさっきの事例において仮に駐車中の A 社に X 車が追突せずね、飛行中のヘリコプターが墜落して A 社に、まあ、衝突ね、これもまあ間接型なんだけど、これ被告人誘引してないしさ、車の駐車場に止めてたわけだからね、車止めていいところになってから危険状況を設定してるわけでもないから、これもやっぱり因果関係否定する方向に働いてくるってことなんだね。だ、結論的に肯定する方向に働く事情は2しかないなって感じになると思いますね。さて、じゃ今度次です。で、今私が喋ってのことは一切解説の方には書いてないからね、これは私が今日やった授業を踏まえた解説になってますんでね、ちゃんと理論的にまあ説明してます。それから次、次のね、29年の問題、予備試験の問題なんですけども、まあ、これ因果関係に関するものでね、これ判例の立場聞かれてます。判例の立場に従って、まあ、事例検討してね、まあ、微妙に変えてるんですけどね、まあ、それでまあ正しいものと間違ってるものを選んでくださいってことになってます。で、1番目の足、もう今までの基本ができたら簡単だと思いますね。この1番目の足ね、高速道路の事故死事件に近いんですよ。甲が V の胸部、腹部を、腰部をね、殴打したり足蹴にしたりする暴行を加えたところ、それに種かえた V はその場から逃走した際、逃げるに必死のあまりね、誤って路上に転倒し、遠足に頭部を打ち付けたことによって、くも膜下出血により死亡したということになってますね。
で確かに被告人頭を殴ってないからくも膜下出血で頭の病気だからね、そのくも膜下出血で死ぬわけじゃないんだけど、でもまあ被告人の行為がこうさせてるんだろうな、こういうふうに、この結果を生じさせてるんだろうなってことが言えると思うんですよね。被告人から逃げるのに必死のあまりこういうふうになっちゃってるわけだからね。というわけで、これはどっちかとなんか高速道路の事故死事件に近いような形にはなってると思うんですね。被告人の行為と、ね、その結果との間直接はあの内容が変更されちゃってるからね、頭殴ってないからくも膜下出血は死なないはずなんだけど、まあ、内容変更してるから間接型の事例なんだけど、これ誘引しちゃってるんですよね、こういう被害者自身の行為をね。そして2番目なしです、こちらね、甲が部位を突き刺しその胸部を踏みつける暴行を加え、で部位に、このね結胸、要は胸に血がね溜まっちゃう、結胸の障害をしたところ、部位は部位の胸腔内に、貯留した血液を消滅させるために医師が投与した薬剤の影響により、かねて部位が罹患していた結核性の病巣が変化し炎症を起こし、同炎症に基づく、心機能不全により、死亡したということね、でここはねおそらくね関節型の事案なんだと思うんですよ。この胸踏みつけても直ちに心機能を心臓の方でね、こうあでもそうか心臓の方だからな、ただまあ胸を踏みつけてその病巣だよね、この下3行目のところで結核性の病巣が変化して炎症っていうところには直接にはつながらないと思うから、まあもしかしたら関節型っていうふうに評価できるかもしれないですよね。ただここのところなんですけど、まあ結局ねその薬の投与が原因でまあ最終的なこの死の結果が発生してるんだけど、そういう危険を被告人が設定したというふうにも言えるんじゃないですか。被告人がだってこういう暴行を働かなければね、こういう薬投与されずに済んだわけだから、まあある意味危険設定あるいは誘引、まあなんか医師の行為をさ、よっぽどの重大な過失がない限りなんか誘引したってちょっと評価するのって違和感があるんでね、まあ、私は危険設定っていうふうにやった方がいいような気もするんだけど、まあ、誘引っていうふうに言ってもなんか間違いではない、まあ、おそらく、まあ、理由がちゃんと通ればいいと思うんだけどね、この被告人の行為によってその、ね、こういう薬が投与されたんだかどうかってとこですね、まあ、私はちょっと危険設定っていう形でまあ評価した方が個人的にはいいかなっていうには思ってますけどね。医師のなんか治療行為をちょっと誘引したっていうのはちょっとおかしい感じがしちゃうからね。そこで今度縦3のところですけど、甲は自動車運転中誤って同社を V に衝突させて、V を同社の屋根に、これは米兵ひき逃げ事件です。これそのまま聞かれてますね。自動車運転中誤って、同社衝突させてね、で屋根に跳ね上げ、でその意識を喪失させたが、 V に気づかないまま同社の運転を続けるうちにね、同社の助手席に同乗していたオスが V に気づきね、走行中の同社の屋根から V 引きずり下ろして路上に転倒。でその後ね全く同じです、米兵ひき逃げ事件でと同じで因果関係不明の事案だったんですよ。でこれ勝手に自分で考えちゃいけなくて、判例の立場で検討しろって聞かれてるのね。でこれ判例の事案と全く同じ事案出されてるから、まあ、これ因果関係してなんですよね。最高裁の立場からしたら因果関係してね、学説から処理したらもしかしたら結論変わっちゃう可能性があるんだけど、まあ、これ判例の立場で聞かれてるから因果関係してってことになります。で今度縦音、甲は狩猟仲間の部位を熊と誤認して、猟銃をね、一発発射して部位の大腿部に命中させて大量出血伴う重傷で、自分の誤射に気づいてね、でそのままもう部位を殺して逃げていこうんだっていうことで、もう一発二発目をね胸に向けて発射して、それで即死させてしまったんですね。でこれ何を聞かれてるかっていうと、この同じ、まあ、被告人がね、行為者が第1発目の発射と2発目の発射やってるんですけど、この問題が何聞いてるかっていうと、下から2行目、甲の2発目の発射行為とその死亡との間の因果関係聞かれてます。第1行為とその結果との間の因果関係はいろいろ議論の余地があると思うんだけど、第2行為とその死の結果ね、でこれこの第2行為によって即死させてますから、これ危険の現実か当たり前ですけどありますからね。あと実際、まあ、この判例の立場なんですけど、この事案でその結果ね、認めてるものがありますので、まあ、これは因果関係が肯定されるということになってきますね。だからこれ、まあ、間違ってる話になりますね。そして5番目、V の頭部を多数回殴打、これね大阪難攻事件と全く同じ事案になってます。もう中身読んでいくとね、まあ、多数回殴打 で1行目の終わり脳出血でしょ、で意識喪失状態2行目で、3行目で無関係なオツから頭殴られてね、で下から 2,3 行目のところで幾分式早める影響があったんだけど因果関係あるよ、これ大阪難攻事件と全く同じ事案出してますね。だけどこれ因果関係ありということになってきます。そして、今度ですね28問目のところですね、これも平成28年の問題ですね。これもあの判例の立場で検討して正しいものを選んでくれってことになってます。で縦位置のところですけど、甲が殺害目的で、V の首を、ね、両手で締め、失神してぐったりとした V を死んだものと誤認し、死体を隠すつもりで V を雪山に運んで放置したところ、ね、V は意識を回復しないまま凍死したと。でその後、ね、甲が V の首を両手で締めた行為と V の死亡との間に因果関係がないと。これは実際の判例の事案では首絞めて殺したつもりが実は死んでなくてね、その後砂浜に放置した行為で砂吸い込んで窒息してしまったっていう事案があったけど、因果関係肯定してるんですよ。でこれ判例の立場って聞かれちゃってるんで、まあここはもうね理論がどうのこうのっていうよりも、もうこの全くほぼこれと同じ事案で因果関係判例が肯定してるんでね、まあこれは肯定ってことになりますね。で今度2番目ですけども、
これ高位置に存在した特殊事情で判例の事案に近いですね。高が心臓発作を起こしやすい持病を持ってたと。で突き飛ばして尻餅つかせるぐらいの暴行なんで普通だったらこれぐらいで死なないんですけど、判例はもうこういうね心臓に持病があるってことも踏まえてこう危険性判断してますよね。ですので、仮にこの特殊事情を、3行目高が知れなかった場合であったとしても因果関係肯定することになります。判例の立場からね。だからこれ因果関係肯定ってことになりますね。で縦さんのとこですけど、これほぼビール瓶事件そのまま出してますね。まあ、包丁ってしてるんでちょっとビールの瓶じゃないんだけど基本一緒ですよ。縦さんの1行目まず首を包丁で刺して、で血液循環障害で2行目脳機能障害で、まあ、死亡したと。でその後ほら医師の指示に従わなかったとかね、そういうことが書いてあるんだけど、まあ、ここね判例の立場からしたら因果関係肯定ですよね。それから、縦4のとこですけど、これトランク事件に似てます。甲は深夜ね市街地にある道幅の狭い車道上の無灯火のままね駐車して、で後部にね被害者閉じ込めて監禁してたんだけど、後ろから居眠り運転 の車来ちゃったんですよ。まあ判例の事案は前方不注視なんだけど、まあ同じ過失ですよ。居眠り運転でもね前方不注視でもね。で判例はこれ因果関係肯定してますので因果関係肯定ってことになりますね。で縦5、これね不作違反の因果関係で、下から2行目が明らかにおかしいんですよ。あれあればこれなしでさ十中八九でしたよね、さっき判例で。下から2行目、部位を究明できた可能性がわずかにでもあればね、じゃないんです。十中八九ないとダメなんです。というわけで、このわずかにでもあれば因果関係肯定するっていうのはねちょっと判例の立場ではありませんから、これ判例の立場聞かれてるので、これはね因果関係あるってやってる点で間違ってらしいってことになりますね。さてで最後、27年の問題ね。でこうやってやるとすごく楽でしょ。で確実に安定して正解できますよね。今日の気温知識がちゃんと分かってるとね、さーっと問題見るだけで確実に理論的にブレないんですよ。必ず常に答え安定するんですよ。まあ、そんな感じで、ね、ちょっと見ていきます。最後の27目、これも判例の立場でやってくれということになってますのでね、見ていきます。でこれ最後、まずあのとこ、これが高速道路侵入事故死事件の応用です。ここ、あのとこ、甲は自宅に遊びに来た友人V の態度に腹を立て、その頭部を平手で一回殴打したところね、V が家から出て行ったので謝りながら V を追いかけたと。で V は甲が謝りながら追いかけていくことに気づいたけど、甲と話したくなかったってことで追いつかれないようにするためにあえて遮断機が降りた踏切に入って、それで来る電車にね、まあ、引かれて亡くなられてしまったということになるんだけどね。これまあ当初の暴行が死因変更させてますから関節型なんですけど、これちょっと誘引したとは言えないだろうなと。普通これぐらいのことであえて警報器になってるね遮断機の中飛び込んでいくようなこと普通はやらないでしょ、皆さんやらないでしょ。というわけで、まあ、ここのところはちょっと誘引したとは言えないな、解体事情が異常性でかすぎちゃってね、ちょっと誘引したとは評価できないんだってことになってくるんですよね。というわけで因果関係否定ですね。それから、こちら井の足は、これ高速道路事件に近いです。関節型でねちょっとこう因果関係認める事案に近いです。甲はマンション4階の甲方居室居間でね、V の頭部腹部を木刀で多数回殴打で、 V はこのままではほら殺されると思いね、で、甲の隙を見て逃走することを決意し、でこれ窓からすぐ隣のマンションのベランダに飛び移るってすごいことやってるんですよ。まあ、ある意味高速道路に入ってくるのと同じかね、それぐらい、まあ、なかなか起こりえないことやってるんだけど、もう殺されると思ってるんだからね、まあ、死から免れるためにこれぐらいやっちゃってもしょうがないだろうなってことになるんだよね。そうなるとこれ高速道路事故死事件と同じで、これちょっとこういうちょっと異常性あるんだけどね、誘引してるっていう風になってくるんだと思います。で結果的に相対的に異常性が少ないってことになっちゃうんですけどね、結果的にはね。というわけで、まあ、これおそらく高速道路事故死事件って感じでいいで因果関係肯定なんでしょう。で今度2番目の足です。これは一番簡単なやつ、これ単に条件関係の切断です。毒飲まして殺そうと思ったんだけど、毒が効く前に別の人に殺されちゃってるからね、全く関係のない人にね。だからこれもそもそも条件関係がないんだってことで因果関係してってことになりますね。で今度ね、絵の足、これ大阪難攻事件でも全く一緒、ほぼ一緒。まず1行目で頭部を多数回殴打で、2行目でもうそのままだとね死んじゃうような脳出血を負わせてます。でその後なんかたまたま誰か知らない人がやっぱ頭部をね一回切りつけちゃってるんだけど、まあ、結局その、V は当初の脳出血が悪化し死期が若干早まった。で大阪難攻事件もまあほぼねちょっと若干微妙な違いあるけど、ほぼ本質的なところはこんな感じの事案ですから、まあ、因果関係肯定ね、直接型の事案で因果関係肯定ですね。で最後尾のところです。甲は面識のない部位が電車内で酔って絡んできたため、部位の顔面を拳で1回殴打したところ、もともと部位は、ね、特殊な病気で脳組織が脆弱で、結局その脳組織の崩壊で、まあ、死んでしまったという事案になるんですけど、判例の立場、この事案、ね、近いのありましたけど、まあ、基本的に基礎事情、故意事の事情全部考慮して、ね、判断することになるので、まあ、因果関係肯定と、まあ、判例の立場からしたら因果関係肯定ね、ほぼこれに近い事案で、まあ、因果関係肯定しているということになってきます。というわけで、何が大事か、今日の授業何が大事かって、やっぱ基本知識のところなんですよ。あそこ
をちゃんと理解していれば、まあ、今日たまたま直近の問題5問やってますけど、絶対答えはブレないはずなんですよね。どんな初めての問題出されてもね、必ずその日の気分次第で答え変わんないですからそこのところはね。と同時にそれも論文試験も変わんないはずなんですよ。必ず裁判員裁判の素人の方にもきちんとね、分かってもらえるような文章を、説得力のあるね、理論的な文章を書けるようになるはずなので、ぜひ基本知識のところをね、しっかりとまあ理解するように復習をしていっていただければと思いますね。まあ、こんな感じでこうね、いろいろ勉強していければ、まあ、矢島の即死インプット講座なんかに来ていただければね、こんな感じの講義をやっておりますので、まあ、いろいろね勉強していただければと思いますね。じゃあとりあえず私の方の講義はこれで終わりにいたします。